どうも病院行かなかったね結局ね病院行かなかったわ本当は病院行かないとダメなんだけどねこんなことになってるんでちょっと本当にグダグダっすね新しいフォロワーさんエルさんゴロウちゃんソラミスさんワルタケマルさんフォローありがとう タバコ吸ってるからコンディションあんま関係ないんじゃないかななんでみんなそんなタバコタバコ言いたいんだろうねなんそんなタバコ嫌いなの咳ちょっと辛いねえー、とねアネトンっていうやつ咳きりあの痰切りの薬は飲んだんだけどちょっと調子悪いっすねちょっとだけ調子悪いうんきついね <laughs> 社会圏スーツっていうか、いや、ジャケット着ていくぐらいじゃないかな。スーツは持ってないですね。多分ジャケット着ていくと思いますよ。今日の格好みたいな感じ。ま、多分まんま今日の格好になると思うんだけど、まあ、髪型こんな感じにセットして、このジャケット羽織っていくっていう、こんな感じだと思います。うん、こんな感じどうでしょう うん、T シャツにジャケットに、まあ、いつもネックレスみたいな病院行った方がいいかなこれまああの記者会見は多分この格好になると思うんであしからずよろしくお願いします <laughs> <coughs> やべえな咳マジで咳結構絶望的かもしれないこれ何のかな 咳がひどいときは腸内環境が悪化してること多いあそうなんだマジかなんかやったかなスーツで来いっていう指示はないから多分スーツでまあどれさんとか多分スーツで来るだろうけど金んさんとかいつもの格好でしょうん金れさんがスーツ着てきたら爆笑するよえっと思うよえみんなスーツなの え俺だけなんか私服で言ったら嫌なんだけどえ自由な服装じゃないのわかんないけどえ、金八さんもスーツで来んのマジでうん、隊長くんだ俺格闘家じゃねえからいつから俺が格闘家になったんだよなんでそんなさみんな俺のことファイターだと思ってんのなんかさ本気でさそれでもボクサーかよみたいなコメントいっぱい来んだけどさボクサーじゃねえしっていう 朝ね、朝井さんに直してもらうとかね、それめちゃ面白いそれ。初見さんいらっしゃい。直しに出てください。え、金梅さんスーツじゃなくないさすがに。それさすがに言い過ぎだと思うんだけど。マジで言ってんのだってさ、清掃で来いって言うんだったら、そういう風に指示が飛ぶはずなんだよ。あ、なるほど、みたいな。そういう感じなんだ、みたいなさ。 あしっかりしていかないとダメなんだなとか思うじゃん普通だったらだけどだってそういう指示来てねえよ来てないってことはさそうじゃなくていいってことなんじゃないの違うのかな黒のスーツで行くのうん偽格闘家っていうか俺格闘家名乗ったこと一回もないんだけど俺ファイターじゃねえから俺格闘家名乗ったこと一回もないよなんか勝手にさなんか 世界最強を目指しててんだろうみたいなな空気になってるけど全然そんなの目指してないよなれるわけねえじゃん32歳から本格的にファイターなんかなれないでしょなんでなんかすごい温度差を感じるんだよ熱こもりすぎだってみんな目指さねえわ絶対お前春うららかってなるでしょどういうことだよって なぜお前その年でファイターを目指すんだよって。結構それ痛くて面白いの。<laughs> ハンマユー裕次を超えたいっていう。ワコチクビ。もッこリおじさんいらっしゃい。盛り上がれば十分っていうか、まあ、ねあの、配信者のお祭り事だからこれは。盛り上げてなんぼでしょ。うん。記憶に残った方が勝ちだからね、う。ん っていうかさ、指がどんどん割れて、なんか、手の甲がどんどん割れてって痛いんだよね、これ。こういうもんなのこれ、パックリ開いていくもんなの。バレーニョさんいらっしゃい。オリンピック目指さねよ。アホすぎるだろ。年齢制限に引っかかるでしょう。それ面白いな。金メダル取りますってね。アマチュアボクシングで。さすがにそこまで、あの、夢見てないよ、俺は自分に。お疲れ様です、白龍さん。どうも。 配信会初のオリンピック選手いるんじゃないの配信でオリンピック選手とかいないのいないかオリンピックやってる人が配信なんかやらねえよなうんやることあんだもん配信っていうのは人生の墓場だからさもう何もないやつが最後の最後の切り札であの全てを捨てて挑むのが俺配信会だと思ってるから、うん、持たざる者のなんつうの最後のあがきみたいな。 たそんな感じしないもう一発逆転はここしかねえよっていうだからみんな必死なんだろうね8いらっしゃい <laughs> いや俺本気でそう思ってるよ持たざる者の最後の大どんでん返しを狙った人生かけたゲームっていうかそれが俺は配信者だと思ってるからだからみんな必死っていうか Q 太郎さんいらっしゃいだから面白いんでしょ、うん なんかすごいねロビン軍団っていっぱいいるね。ロビンさん、囲いこんな強力なんだ、えー。ロビンさんの枠見てみようかな。ここまでなんかロビン軍団って結構見るもんね。コメントでリスナーさんの。うん、まあ、趣味で知れる人は別だけど、でもね、趣味でやってるって言っても、やっぱ一発狙ってるよ、みんな。それを言わないだけでさ、絶対狙ってると思うよ。カムケンさんはどつ それはさ配信やるっていう時点で過疎でもいいって思うわけないと思うんだけどなどうなんだろういるのかな過疎になりたくて配信するみたいな何なんだろうね俺はそんな人存在するのかなっていうのは思ってるみんなやっぱ有名になりたいんじゃないかなって本音を言ったら過疎、うん、よりも人集まった方が楽しいんじゃないかなとは思うけど どううなんだろうね結構過疎でいいんだよっていう人いるからね過疎の俺に謝ってもうほんとごめん <laughs> 生主だったんだほんとごめん今あれだね過疎生主のリスナー全員的に回したね俺 <coughs> <coughs> うんだってさ配信でさえでも謝ってっていうことは図星をつかれたってことだと思うよ やっぱ有名になりたいでしょ部ハもそのどっかでその配信では言わなくてもどっかでワンチャン狙ってない女にモテたいとか金振り込まれるようになりたいとか閲覧めっちゃ伸びて囲われたいとかなんかどっか夢見てない俺配信者だったらそれ夢見てるのが俺正しいと思っててじゃなきゃ配信なんかやらなくね 俺はまさにもう全然そのつもりまんまで俺は一発逆転狙ってやってるけどエヴァンドエイジ今ユーチューバーのマジかようんワンチャンどころでしょでしょ、うん、だったら一緒にかけようよ乗っかろうよ俺だってそうだよ仲間だよいやそれ嬉しいわブハなんか正直に言ってくれて俺はでも叩かれたけど言い続けたよ俺有名になりてんだよって大手になりてんだよってこれで食ってきてんだよって ただ配信してるだけでは有名になりませんからね。でもね、やっぱね、気持ちをリスナーさんにぶつけられないとダメだと思ってんの。でも、どんだけ叩かれても俺はなるっていう気概のあるやつじゃないと、リスナーさんはついてこないよ。乗っかってくれないよ。よし、お前の夢に乗っかったみたいなのあるじゃん。和道が本気ならついてくよみたいな。うん。言わないとダメだと思うよ、配信者は。そうそうそう、売名して体張って、笑いも取って、 もうドラマだよね。泣いて笑って全部見せて。そうそう。そういうのを見てきてなんか愛着みたいなものが湧いてくんだと思うから。から言ったもん勝ちだと思うよ。ワンちゃんの設定低すぎる。今ものままじゃどの配信者ももちろん大手も結局10年後に消えてると思うけど。でもね、それなんだかんだ言うじゃん、肉肉さん。それ気持ちもわからないでもないんだけど、多分ね、8年ぐらい前も同じことずっと言ってると思うんだよ。 来年に消えるとか俺だってニコ生から始めて3年と8ヶ月経つんだけど俺始まった時からニコ生は来年なくなるってずっと言われてたのニコ生は来年なくなるニコ生は来年なくなるニコ生は来年なくなるで今度フワッチはもうやばいフワッチはもうやばいってずーっと言ってんので何もやばくなってないの別に何もやばくなってなくてただゆっくり衰退してっただけだったのニコ生って <laughs> ただつまんなくなっていっただけだったから何な,なんだろうねその10年結局10年後に消えてると思うっていう根拠がよくわかんないんだよ俺は絶対消えてないと思っててただそのなんだろうニコ生とかが廃れたりとかするけどサイトって別にあのサーバーの負荷軽くするだけだから潰す理由がないんだよユーザーがいる限りミクシーだって潰れてないでしょ そそうそうだからねなんかねここまででかくなったサイト2チャンネルですら潰れてないんだからここまででかくなったサイトを潰す理由がないんだよそうっていうねネットの原理から考えると何でその10年後消えてると思うんだろうって俺,俺からするとだよ俺の感覚だと配信サイトってどんどん増えてるんだよってことはその大手企業がバンバン出資して、ね、テレビ朝日とさサイバーエージェントがテイクンでさ ABEMA とか作ってるわけじゃん LINE とかもすごい資本かけてるわけじゃん YouTube なんかね、とんでもない額で生放送サイト買い取ってるわけだ。これってマーケットが広がるっていう判断をしてるわけよ。超頭いいやつらが。あの、なくなるどころか、どん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 でかくなってるのになっていうのをんで読めないんだろうっていうふうには俺は思う。法律に違反するのはね、ダメだよね。ボイルドエッグゆで卵まって名前で YouTuber やってるよ。誰があバン坂東イジ えーそうなんだ。ボイルドエッグめちゃめちゃいい小手版じゃん。どうなんだろうね。売れてんのかな。ちょっとスタイル違うけど、あれだけ流行った。Yahoo チャットもなくなったけどな。うーん、でも、その、配信会が消えたわけじゃないじゃん。だから俺が言ってんのは、配信サイトは流動するけれども、あの、配信会はなくならないと思ってんのよ。生放送自体が。なんでかっていうと、パイがでかいから。 だから、Yahoo チャットがなくなったのはニコ生に食われたとか、他の配信サイトに食われただけだから、うん、要はサービス、コンテンツが追いつかなかっただけじゃん、ニーズに。でも、配信者はいるじゃん、今。俺が言いたいのそこなんだよ。別に、何、フワッチュが潰れても、キャスが潰れても、ニコ生潰れても、どっかしらがやってるじゃん。FC2 が潰れようが。絶対この流れ自体は止まらないと思ってるから。<laughs> <laughs> だからそう,そうなる限り10年後配信者は食っていけると思ってるかなつか配信者が小時だけで食えないと思うんだよねまあ実際俺食えてるからな、うん、実際食えちゃってるんだよだからなんかそのなんつうんだろうな流れは良くなってきてると思うよふわっちから俺ふわっち来てから5ヶ月間食えてるからね 今の配信者が次世代の配信者に負けるかも。あ、それは絶対ない。それはない。それは逆にもう全然反対ない。うん。ない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 。それはない。次世代の配信者じゃないんだよ。要はね、先に有名になったもん勝ちだから、この業界っていうのは。だからずーっと大手の人はずーっと大手でしょ。一回大手になると。そういう世界なんだよ。うん。これからまだまだ伸びますよね。ふわなくなっても新しく進化しますよね。全然進化すると思うよ。 むしろ生放送は結構世界的に見てもトレンドだから日本が早すぎたんだよ <laughs> 10年後小じきできるどころかどん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 マネタイズする流れになってるよだから全く逆俺は俺はえ別にニンニクさんがそう思ってるっていうのは別に全然否定しないのよだって世の中多様性だからあなたはそう考えるんだっていうふうに思うからでも俺は全く逆の考えで なんでかっていうと、こじきこじきって言ってて、要は、サイト自体が仕組みを作らないから直接口座のやり取りしてたわけよ。だけど、今、ふわっチとかあの、YouTube ライブとか、いろんなところが課金できる、要は配信者が稼げるサービス作ったら、うまく回ってるんだよ。で、こじきって言われなくなってるじゃん。こじきだと思う人が少なくなってるからあの、食える人が成り立ってんだよ。だから、こじきっていう概念が古いっていうふうになると思うよ。 え、なにそれみたいな。まだそんなこと言ってる人いるのってなってる。実際。うん。だから、俺は10年後も個食で食えるとは限らないんじゃなくて、これが当たり前になっていくと俺は思ってる。俺、FX 配信はね、ちょっとね、違うなと思ってるんだよね。FX、個人的には興味あるんだけど、FX 配信はやらないと思う。若い世代がメインのコンテンツだから、世代交代は避けられないよ。俺は全く逆。なんでかっていうと、少子高齢化でしょで、今、80歳とか、 あの70歳とか60歳はテレビしか使えないそうなんだよだけど俺らがあの 20, 年年20年後10年後20年後30年後どうなるかっていうとこのテレビに依存してた世代ごっそりいなくなるんだよでメインストリームっていうのはもうネットだけの世代になるのタイが一気に増えるんだよだから、あのー、今のうちに手つけといた方が俺はあの配信者は食っていけると思ってる えー、10年後の今の9割の仕事がなくなっても配信会残る。それそうでしょなんでかっていうと、コンピューターとか外国人に代替できないから、コンピューターができる仕事はなくなるんだよ。で外国人の安い労働力にも負けるんだよ。ただ、水商売とか風俗とか接客業とか言われてるジャンルって絶対滅びないんだよで。配信ってそれ究極系じゃん。言語は日本語喋れないとダメだし、あと、コンピューターみたいに切り返しができないものはダメじゃん。 だから、あの配信なんて特に人間でしかできないことだから、俺は全然、ここはあの残るっていう風に思ってるね。世間に一つの仕事をして認められてきてるに、認められてるところがね、もうなりたい職業だからね。うん。きっていじれなくなるのは悲しいです。まあだから、それはさ、あの、例えばさ、例えばなんだけど、ゆるりさん、超気持ちわかるんだけど、例えばさ、チョベリバー ちょ、ちょべりって言わないでしょ。<laughs> 言わないでしょ。今いる若い子で。超ベリーバットって言ってる子。<laughs> 逆に新しすぎるじゃん。それと一緒なんだよ。もう超、超ベリー、ちょべりばが流行ってたことがあるんだよ。だけど、小じきっていうのもそういうもんなんだよ。だから、それは、その、イノベーションとか価値が変わる。価値が変わると言葉が変わるんだよ。うん 配信で稼ぐのは最先端走ってます俺もそう思うねうんもうあの超最先端だと思ってる YouTube は登録者1000人集めないとげ銭もらえないみたいな俺もらってた <laughs> 俺登録者数100人の頃からずっともらってて毎月3万円ぐらい YouTube でも復収入あっただからみんなさゆかりんさんもそうなんだけどその調べて言ってないじゃん憶測を事実かのように言うのやめた方がいいよ俺は事実を語ってるのよ まあ、もちろん憶測で語るときは俺はこう思うよっていう言い方するけど1000人集めないと投げ銭がもらえないんじゃなくて1000人集めると,、えー、と動画を売ることができるのそこが違い投げ銭はできる誰でもできないのは1000人集めないとできないのはこの動画を200円で買ってくださいっていう,こんあそうビデオ販売ができるようになるの YouTuber 全然違う 配信会を人間で例えるなら、配信会という肉体の中をいろんな配信サイトっていう血液が流れていってるような感覚なのかな。配信会を人間で例えるなら、配信会という肉体の中を。えー、だから、俺がよく言ってるのは、あの配信サイトっていうのは、8チャンネル。テレビで言うと、8チャンネル、6チャンネルとか、要は大元なんだよ。大元。わかるテレビで言うところのテレビ局。で、俺らの仕事っていうのはテレビ局じゃないの。 一番組のタレントと構成作家とカメラマンとマイクとって全部やるの。だから制作会社なの、実は。制作会社。うん。個人制作会社。そう。和藤さんのブレイクポイントはどこだったの俺ブレイクしてない、まだ。うん。一般的に雑談力って年齢が上がるほど高まるからな。そこはね、あの、よく言われるんだけど、雑談力は正直ね、あんまり重要じゃないと思ってて。 みんなね、喋りが上手いから人来るって勘違いしてるんだけど、雑談力じゃないんだよ、本当は。<laughs> 俺が一番大事なのはキャラクター力だと思ってるね。キャラ、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 とことん。キャラが良かったら、もう、極端な話しらなくても人集まる。そう。キャラが一番。で、雑談はあった方がいいね、みたいな。喋れた方がいいねって感じだね。 YouTube で動画を売れるようになったんだ。初めて知りました。えっ、ー、とね、ゆるりさんね、それはもう何年ぐらい前かな。3年ぐらい前からやってるね。フルフリが言ってたよ。今、YouTube で放送してる投げ銭の仕様が変わったんじゃなかったあれ、投げ銭の仕様変わったちょっと見てみようか。投げ銭は一回止まったの。2月末で終わりになったんだよ。ちょっと見てみるわ、じゃあ。えー、ちょっと待ってね。自分のチャンネル。一回停止になったの。2月末で。 新しいサービスを作るから待っててくださいって言われてたのは事実なんだよえっ、ー、とね収益受け取りえっ、ー、とえっ、ー、とねすいええー、っとね,、えー、とね2つあるちょっと待って1個増えてるえっ、ー、とね有料コンテンツを提供するには1000人以上とスーパーチャットっていうのが始まってるねスーパーチャットも1000人以上なんだって えー、視聴者がライブストリーム内でチャットメッセージで購入できるようになります。視聴者によるスーパーチャット。ほんほんちょっと待って。ライブストリーム内でチャットメッセージを購入できるようになる。な、どういうことだ、これ。あ、やらかしたかもしんない、俺。ゆかりん、やらかしたかもしんない、俺。ちょっと待って。購入されたし、ライブ。色付きチャットメッセージ表示され、視聴者さん、この音楽。 金の高いほどスーパーチャットがフィールドの横でお上手です、ね。ちょっと待ってね、収益レポート。えー、えー、皆様にお知らせがあります。えー、5分ほど前、私の放送で、えー、ゆかりん様の、えー、コメントを読み上げた際に、私が、えー、ゆかりんさんの、えー、正しい情報を 謝ってると調べもせず私自身、和道が調べもせず、ゆかりんさんを誹謗中傷し、名誉を貶としめ、間違った情報をルフさせてしまいましたただいま調べたところ、ゆかりんさんの言っている通り、1000人以上で投げ銭システムができることを当番組は確認させていただきました。 えー、ゆかりん様および、えー、225名のリスナーの皆さん大変申し訳ございませんでした、はい、負けだなこれは乾杯だわあのすいませんゆかりんさんの言う通りでした今知った俺ありがとうゆかりん、うん、ありがとう申し訳ない 本当に申し訳ない。不快な思いをさせてしまいました。本当にユカリン申し訳ない。本当にすまん。ユカリンの言う通り、100%言う通りだった。俺が時代についていけてなかったわ、完全に。完全にユカリンに悪いことした。もう、ふかし野郎みたいな。調べたから言った方がいいんじゃねえのって、もう完全なブーメラン刺さったよね。これはひどいわ。これはひどい。うん。情けねえわ。カズさんフォローありがとう。 道場と会ったことないですよ、まなぶんさん。うん。配信サイトがテレビ局で枠が番組か分かりやすい。俺はそういうふうに捉えてるね。ただ、その、なんていうのかな。配信者って実はタレント力だと思われてるけどね。役割が結構多いんだよね。全部一人でやってるみたいな。<laughs> えー、エイメンさんいらっしゃいえ、え、うん、え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 、うん、え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 、 なんかね、その、要は、生放送中にコメントが打てるんだけど、自分のコメ,トコメントを大文字とかカラーにして、払った額によって、その、表示がずーっと滞在するんだって。要は、目立つコメントを打つことができる。要は、広告だよね。これ、すごいいい仕組みだね。うん。要は、ずーっと、ボーンって、その、見てる人に、俺、こう思うっていう主張ができるんだよね。バーって流れるじゃん、大手だと。それはなんか、金払う価値あるよね。さすがに。 要は、リスナー側も主張できるっていう。まあ、まあ、バーガーと一緒だよ。バーガーにコメントつけるのと一緒だよね。うん。でも、ふわっちはさ、どちらかっていうと、ファンの人が、あの、なんて言うんだろう。アイテムだけくれることの方が多いじゃん。要は、頑張れよ、みたいな。日本人には向いてるツールだとは思わないね。うん。なんでかっていうと、その、インターネットで自己主張するやつって、ネット、 あの日本の場合だと弱者が多いから要は金持ってない人がそれをやるから、うん、登録者1000人だと敷居が高いまあまあうーんちょっとねあのでもね結構1000人1000人ってやって結構ハードル下げてくるのは結構やることだよ YouTuber 最初ね敷居結構高めに設定するんだよ A メさんご個ありがとうフォローありがとうございます <laughs>、うん <laughs> あと、エイメンさん、あのちょっとあのプロフィール読んでくださいね。申し訳ないですけど。あの、ルールが書いてあるんで、プロフィール読んでください。 新しいフォロワーさん紹介しますえ。エイメンさん、エルさん、ゴローちゃんさんフォローありがとう。うん。あ了解です。よろしくお願いします。倍賞 <laughs>、うん。うんそうだな。 もうあの、ゆかりんちゃんにはとっても申し訳ないことをしちゃったよ。ちょっと俺の悪い癖出たね、うん。もう見事なブーメランだとでもね、あの、俺のいいところはね、間違いは絶対謝るからすぐ。<laughs> うん、すぐ謝るから。うん、謝ったもん勝ちだから、正直。もう自分が負けたと思ったら謝る。これは大人として鉄則だから。それができなかったらもうダメよ。負けは負け、うん。久々負けたよ、本当に。 俺、不可視嫌いだからさ、うん。嘘は次の嘘を呼ぶからね。嘘つき続けるとあの次の嘘を呼ぶんだよ。えー、新しいフォロワーさん、久保田学さん、フォローありがとう。こんにちは、マリアさん。こんにちは。いらっしゃい。 気がひどいな本当に結構きついわ今日マジきつい雨ひどいね、今日ねちょっと雨がひどいよ、本当にやなんだよね、なんか雨の日いやざんやざん。いやじゃん 謝罪って何ですかあ,あ忘れてたわあのね、ちょっとこれ、応援してくれてた人に、本当に申し訳ないなっていうことがあって、ちょっといろいろ考えたんだけど、もう、俺はさ、あのー、配信始めて、そのは、3年と8ヶ月経つんだよ。で、今までさ、こう、嘘をついたことっていうのは、1回だけしかなかったの。俺が嘘をついたことっていうのは。 で、それは、配信で何を嘘ついてたかっていうと、ね、配信で、あ、耳鼻科行ってきたんだ。俺はね、ちょっと病院嫌いだからね、耳鼻科には行かないかな。で、その、なんだろうな、一回だけ嘘ついたっていうのは、もう2年間ぐらいずっと配信をやってたから、あの嘘ついてたんだけど、それは、あの生活保護を受給してたことを隠してたの。嘘をついてたっていうよりも、もう完全に隠してたのね。 で、まあ、そもそも、えー、その話をする前段階として、俺はなんでその配信を始めたかっていうと、その、逮捕されたことがあるのよ。あの、詐欺事件で逮捕されて、2ヶ月半、留置所にいたの。で、あの、2ヶ月半いて、で、弁護士さんとかとも話してたんだけど、もう、おそらく、もう2、3年は、まあ、刑務所行きますと。 まあそ,それ前提で話を進めていきましょう,いうことで俺はもう刑務所入るつもりだったのよもともと。でもう,もう全部忘れて刑務所で、あのー、償ってそれから次のこと考えようと思ってたんだけど裁判が実際に終わったらその刑務所から刑務所に行かなくて執行猶予っていうことになったのね。で新宿に 帰ってきたんだけど新宿に帰ってきたっていうよりも,もう千葉に帰る気なかったからその新宿に降り立ってでそこで漫画喫茶生活だったの仕事を探したのでも仕事が見つからなくてっていう紆余曲折あってえでもどうしたらいいかなどうしたらいいかなっていうふうに悩んでたんだよでもうああもう仕事も見つからないしもう生きていく価値ないなと思ってもう死ぬしかないのかなとかも思ったりして でいろいろ調べてその生活保護っていう制度があるっていうことを知って生活保護を受けたっていうのがきっかけだったの。でその時その半年後かな3ヶ月ぐらいかな生活保護を受けて3ヶ月ぐらい経ってえっ、ー、と何て言うのかな配信をしたんだよねだからあの俺はその生活保護っていうその配信で唯一嘘をついたっていうのはその生活保護を 受けたた時の話はあったとなんで,でそもそもじゃあ配信ね始めたのっていうことを考えた時にそのやっぱりその自分の癖みたいなのが分かるわけですよやっぱりそのもう片着じゃないと要はねサラリーマンみたいにその毎日学校に通って毎日勉強をして毎日努力をして で毎日決まった時間に行って上司の言う通りに動いてっていうことができないっていうのは分かってたから自分の生き方としてもう我が強いしね睡眠障害もあるしなんか自分の力で稼いでいかないといけないなっていうふうに思っていたんだよでじゃあまあねもう元手のお金もなかったからどういうふうに生きていこうかっていうことを必死に考えてさ で、その時選んだのが、まあ、インターネットだったら、ネット回線が、今の時代だったらネット回線とパソコンぐらいを用意できるじゃん。なんとか努力すれば。で、その時パソコン1台持ってたから、その逮捕される前から、このパソコンでどうにか、その、食っていけるようにならなきゃっていうのを分かってたのも自分の性格上。もう絶対仕事も続かないから。で、それで選んだのが、まあ、インターネット稼ぐっていう手段いっぱいありますよ。 そのブログであったりとかその生放送とかそれこそ YouTube とかアフィリエイトとか、まあ、FX も株でも何でもあるけれども俺は自分自身がコンテンツになったらすごく有利な時代だなっていう風に思ったんですよ。これから生きていく上で自分自身がこうコンテンツになれば例えば書籍を出した時に10万人ぐらいの 例えば10万人100万人って仮になんだけど10万人100万人っていう人が見てくれるようになってフォロワーさんがいるようになったらまあ5万部ぐらい本売れるだろうとで今の時代5万部本売れたら次の本が出せるわけですよで逆に100万人とか10万人いるフォロワーさんのうち1万人でも有料メルマがやってくれたりとかあの買ってくれたら300円でも買ってくれたらさあのすごいわけじゃん っていうふうに自分をコンテンツにして生きていかないとダメだなっていうふうに考えたの,そのいや。その自分の生き方をこう考えていったら。で、その時にね、最終的に俺は YouTube とあの生主どっちか迷ったんだよ。その時にね、YouTube やった経験があったから、YouTube は結構親しみがあったのね。結構古くから YouTuber みたいなことをやってたから。 でて YouTuber にしようかなと思ってた時に動画をザッピングしてたらうなちゃんマンの動画を見つけたんですよでその時に情熱大陸の,そのうなちゃんマンの動画だったのねでまあ彼が何,何言ってたかっていうその動画が面白くてああまあやまあ仕事っつってもまあまあ配信やるだけだけどって言ってたのね何だろうと思ってでうなちゃんマンがきっかけで 配信をやるようになったうんこのおっちゃん面白いなってこんなになんか喋りが上手い人だと配信をやるとお金が稼げるんだっていうことに気がついてで儲かるのは YouTuber の方だしねか可能性が高いのは分かってたんだけどこの人のライフスタイルって面白いと思ったの YouTuber って俺仕事だと思ってて動画を作るそううなちゃんマンきっかけなのだから俺そのうなのスタイルに憧れてるんだよそう やっぱりその自由にやって自由に稼いであの人のことを風天要はヒッピーだよね昔で言うところを日本語にすると風天って言うんだけどうん <laughs> <coughs> うん嘘はね広がっていくからうんっていうのが、えー、と俺が配信を始めたきっかけでした聞いてくれてありがとう、うんはい、ありがとうございました まあ人間いろいろありますよ。人間いろいろある。うん。うんだから、うなちゃんまいの動画出会ってなかったら、あのー、俺はね、あれでしたよ、本当に。もう配信者絶対、配信者話堂っていうのはできなかったと思う。なんでさっき言ったのうん。そうね、あのー、俺会社やってたんだけど、その時。会社とか個人事営業みたいなことずっとやってたんだけど、 あのやっぱりさベンチャーとかだとその営業マンが足りなかったりエンジニアさん足りなかったりとか結構仕事を振り合ったりするんだよ仲間内でで営業マン足りないからっていうので、まあ、ざっくり言うとあんだけど営業マン足りないからっていうことで手伝った仕事が思いっきり詐欺だったっていうそんな感じです、うん、あそっか謝罪の件か謝罪の件かあマジかごめんごめんちょっとごめんそ,それたか今回の謝罪枠の件ちょっと話する ちょっと長くなるかもしんないけど、あの、もともと、あの、結構俺の放送を見てる人は知ってると思うんだけど、もともと、ちょっと変な子供だなっていう自覚はあったんだよ、俺は。あ、まドさん、初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。ちょっと謝罪枠で、今から、あの、謝罪をさせていただくので、えっ、ー、と、聞いてください。まず前提として、あの、知ってもらいたいことなんですけど、えっ、ー、と、僕はですね、ちょっと子供の頃から、 あの変ななな子供だっっていう自覚はあったんですよなんかちょっと友達ができづらかったりとか何かなかなか自分の思ってることを伝わらないその自分は喋りそんな下手な方じゃないと思ってるんだけどなかなかそうこの会話とのやり取りみたいなことができないなっていう風になっててすごい困ってた子供なんですよちょっと物心ついた頃からちょっとなんかうーんと。 変わっ今考えると変わってるみたいな初見さんいらっしゃいブルさんでねでまあその生活保護を受けるようになってそのある人と食事をしてた時に、まあ、うつ病の人がいて精神障害手帳を持ってるとでその人に「あのまあまあ、君も精神病だと思うと発達障害だと思う」って言われて病院通ったのね。 発達障害だと思う何て,て言われたか忘れたけど、まあ、精神病だと思うって言われてあじゃあ一回行ってみようとでまあ,あの発達痛病だったんですよであの ADHD 注意欠陥多動性障害っていうのとあのアスペルガー症候群っていう病気なんだよ俺はあの簡単に言うとあの何て言えばいいのかな得意なことと不得意なことがすごいアンバランスなんですよ えと僕はその例えばなんだろう何ていうのかなうん,なんかその男性とかだと色彩感覚って実は女性よりも弱いのね実は女の人の方が色彩感覚ってめちゃめちゃ強くて例えばさ男の人って嘘をつく時論理的に嘘をつくんですよ例えば彼女は浮気者でしょって言ったらいつだよメールとも証拠でもあんのかよ何月何日俺こうしてたじゃん っていいう言い訳をするんですよ男のの人っていうのはでもなんで女性は浮気を当てられるかっていうと実は色彩感覚とか男性よりも見える量が多いから顔が赤らんでるとか青ざめてるとかそういうねこれね男の人っていうのは実はこれが苦手だから実は顔の色とか見抜けないの。 だから、論理で嘘をついたら勝てるっていう。だから、男性っていうのは論理的になっていったの。どん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 。で、女性がなんで感覚で見抜けるかっていうと、その色彩感覚であったり、コミュニケーション能力に長けているから、これが男性と女性の違いなんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。うん、いや、本当にね、俺、前々から思ってた。やっぱ女性は、論理じゃないなって。 直感力だなっていうのは前々から思ってたけど、独学で研究していくことによって、あ、やっぱりっていう。うん。あ、やっぱりなっていう風に俺は思ったよ。うん。これ勉強になるよ。だから女性には論理で嘘ついたらダメよ見抜かれるから。女性に嘘をつくのはダメ。うん。男の人は通用するの、論理で。俺あの時あの場所にいたじゃんって。あ、そうだね。証拠あるね。女性は証拠なんて関係ないから。勘だから。 これが女の勘の正体なの、うん <laughs> うん、ちょっと一服するかあごめん話それしたねあ本ほんと申し訳ないあ本ほんと申し訳ないそうだ謝罪の件だったね申し訳ない申し訳ないちょっと俺リスナーさんにめちゃめちゃ謝りたいことがあって 今回あのこの枠を開かせてもらって本当にねあのまあさっきの話の続きになるんだけどその障害っていうのに気づいてでその自分がどう向き合って俺としてはすごいショッキングな出来事だったのよ自分は健常者だと,、えー、とずっと思ってたわけよ別に変なところないと思ってたけどある日ねその精神障害に行った時にいろんなカウンセリングをしていく中でこういう風に言われるんですよ あのー、子供の頃どう思ってたって世,世間のこと社会のこととかどういう風に感じたのか思ったまま言ってストレートでいいからってああ世の中全員バカだと思ってましたって頭のいい人って本当にそうですねって300人に1人とかそういう確率でしか出会わないんで世の中のほとんどの人は僕はバカだと思ってたん,んです子供の頃からって言ったらね和斗くんって和斗くんねって、うん、もしそれ がが頭が悪いいんじゃないのって言われたの世間の人がバカなんじゃなくて、ワドくんがバカなんじゃないのって言われた時俺はコペルティコ、コ、ですよ。コペルニクス的ですよ。僕からしたら。もうすごくコペルニクスだったの。すごかったよ、その時の俺は。それだと先生、それだよってバカは周り、バカは自分がバカだと思わないから、 周りのことバカだって思うんだよって僕がバカだったよ先生ってもうすごいコペルニクスすっごいコペルニクスほんとにすごいコペルニクスで俺は自分が障害持ってたんだっていうことに気づいたんですよそっからはもう快進撃ですよもう本読んでアスペルガーも読んだ ADHD も読んだいろんなもの読んだもう読みましたよそれは3冊ぐらいブックオフで買った本を インターネットで、まあと3ページくらい見ましたよ、うん。それが僕の今ですよ。ありがとうございます。ありがとう、本当に。なんかもう本当に今日、なんかいい枠。本当になんかすごい。もうなんか3年8ヶ月全部詰まってる。俺の全てが今日の枠に。ありがとう、本当に。なんか。うん、ありがとう。ありがとう。 <笑><笑>いやあっブハさん花火ありがとうございますブハさん花火ありがとう、うんうん、あ違う違う続きがあるの続きがあるの終わってないから終わってないごめんごめん終わってなかったで 俺が謝りたいっていうのは、まあそういうものを発見していくわけですよ。人生っていうのは何なのかっていうと、結局自分って何なのかっていうことだから。常に俺は自分と向き合ってきたの。常に。俺って何って。俺はどこにいるんだろうとか。ジュピターはどっちうん。どこにいるのって。うん。r e you? ってずっと言ってたから。うん。英語で言うとね。その、俺はどこにいるんだって。 でも結局自分なんてものにはどこにもいないんだよ。インドを探しちゃって、ね、どこを探しちゃって、自分なんていないんだよ。よくね、若い子たちが世界に行きたいって。ね、なんで世界に行きたいのって。いや、自分を探しに行く旅をしたいんですって。バカかよ俺はすごく言いたい。自分は探すものじゃないよ。作り上げていくものだよ。 そういう思いとかを持ってる俺はすごい常に常に俺はその心を忘れてない自分は探さない自分は作り上げてくうんアイデンティティだね本当にアイデンティティだようんかりる、うん、そういうことだよねうんうん、うんうん うん、まあまあもう本当に哲学的でまあ多分ここにいるリスナーの本当にもう90%ぐらいついてこれてないと思うけどまあついてきたくないのかついてこれないのかさておき、まあ、ついてきてくれた人を俺は抱きしめたい、うん、ついてきてくれてるリスナーを抱きしめ続けたいし俺は絶対君たちを離さないと思ってるよ、うん 探さない俺は探さないよ絶対、うん、ありがとう本当にありがとうありがとうなんか涙出てきた嬉しい本当すい。すごくすごくしい何だろうね今日の一体感これ何だろうなすごく一体感あるね、うんうん、でまあまあまあそういう話をしていく中で まあ自分っていうものが確立されていくわけですよ。うん、俺はね、10代の自分っていうのは、まずは、ね、冒険だと思ってるもん。だってそうじゃん。生まれて、この世に生まれ落ちて、ね、何の経験もない。それは金持ちの子供、貧乏な子供、足の速い子供もいれば、顔のいい子供もいますよ。いろんな子供がいる。うんね、いいところ、悪いところがある。 だけれどもその親からもらったもの地球からもらったものをぶつけていく冒険が10代だと思うのみんなね俺らさ笑ったり泣いたりできなくなってるんだよいつの間にかいつからか何にも楽しくなくなっちゃったのねキャバクラ行ってもねキャバクラ行ってお金いっぱい使ってもなんか楽しくないしね ゲーム、ソフト買っても楽しくないし、仕事も楽しくないし。でもね、子供の頃思い出してよ。みんな子供の頃思い出して。みんなにもあったはずだから、子供の頃。5歳のあの夕焼けの中、みんなで缶切りしたことを思い出して、缶を蹴るだけで夢中になってたじゃないか、みんなは。追いかけっこしたじゃないか。かくれんぼしたじゃないか。ショークで道路に丸を書いたじゃないか。 あんな些細なことが何で楽しかったかって俺は命がけでやってたからだと思うの一生懸命やってたからだと思うんだよ命を使って毎日が毎日が冒険だったから毎日一生懸命だったからだからぐっすり寝れたし本気で笑えたし夢中になれたじゃん夢の中って書いて夢中なんだよ一生懸命ですよだから俺らは生きてたんだよでもね一生懸命できなくなってく 頭が良くなっていく理屈を覚えていくそうするとねどん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 人間っていうのはどういう風になっていくかっていうとねリスクを覚えるんだよこれは危険なんじゃないかリスクなんてありますかリスクなんてありますかこの日本にリスクなんてありますか少しだけありますよでもね本当に少しなの本当に少し、うん、本んはもっと冒険したいのみんなでも冒険できなくなってる、うん、和道は言いたい 本気でかけっこしませんか本気で夕焼け追いかけませんか追いかけたい。そんな大人が大好き。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。本当ありがとう。なんか涙出てくるわ、今日の枠。なんだろう、これ。なんだろう。今日の一体感、なんなんだろう。すげえわ。 本当にに何だろう何だろうこれ目から鼻水が出てくる <laughs>、うん、そういうことだね、うん、何だろうね、うん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 、でもでもねその格闘技の話をするなら今回謝りたいことにすごくつながってくる話だからありがとううん。 格闘技って何なのかってやっぱりね俺は平和主義者なのね争い事はダメ、うん、俺はミュージシャンでもあるから俺はミュージシャンでもあり画家でもありタレントでもあり、うん、アーティストだから俺はだから俺は言いたいの「紅白歌合戦に誘われても出ません」ってお断りさせてくださいっていう紅白の偉い人が来てもすごいすごいトップの人が来てもね 8人ぐらいでスーツ着た人が来て我が番組当番組にぜひ出ていただきたいって言われても俺はちょっとごめんなさいっていう紅白には僕が出れない理由があるなんでだと思うみんなだってさ紅白っていうのは日本の中でね歌っていうジャンルでもう知らない人いませんよ日本国民で紅白歌合戦知らない人はいますか 紅白歌合戦を知らない人が日本にいますかいません。全員知ってます。なぜそれを和道は断るのってみんな気になると思う。本当に。今ここにいる200人近くの人が今俺に注目してると思う。なんで紅白出ないのって。和道って。なんで紅白出ろよって。出てくれよ俺らのためにって。でも俺は出ない。悪い。俺は出ない。なんでかって。歌って、戦うものじゃないじゃん。 「俺は平和のために歌いたいから歌合戦には出れません」って <laughs> ありがとう、うん、ありがとうなんかありがとう <laughs> ありがとう <laughs> うん 全部がなんか全部が全部がまとまりつつあるねなんか今日なんか俺ら一つだね、うん、俺らやっぱ一人1ンフォアオールオールフォアワンだね、うんうん、ありがとうねホントすげえ嬉しいわみんなと出会えたことにすごい感動してるしみんなと出会えてよかった俺は、うん、ありがとう ありがとう、本当に、うん。本当にありがとう。なんだろう、今日。すごいね。俺の、俺のバイブレーションと、リスナーのバイブレーションの振動の、この波動が合ってるね、すごく。俺らのバイブスが。ぴったし感覚のね。ぴったし感覚、本当に、うん。で、まあまあ、その、まあ、謝罪枠、まあ、まあ、話していくことになるんだけど、そう。あの、俺がね、 あの一番俺その子供のみんな夢って何個諦めたかって話になってくると思うんだよやっぱりその何て言うのかな大人になるってさ夢を諦めていくことだと俺は思ってるの青春ってじゃあ逆に何って大人になるっていうのは夢を諦めていくことなんだよ俺はだから大人になれてないのね、うん、キッズだと思っていいよ、うん、キッズだから俺、うん、で青春って何ってなったら かけがねのかけがえのかけがえのないものねとってもかけがえのないものを失うことだと思うの青春っていうのはみんな青春したみんなみんな青春した青春をもしやり過ごしたのだったら失っちゃいけないものを失ってないんだと思うの和道は俺はたくさん失ったでも夢は 追いかけてるうんそうだね青春してないねでも俺はみんなと青春してるから俺がみんな青春やり残した大人たちここにいっぱいいる俺も俺も一緒一緒に青春しようって俺ら年、ね、は取っちゃったかもしんないけど学生時代やり残したこととかいっぱいあるじゃんあの大好きな 大好きな女の子に好きって言えなかったことそれから、うん、いじめてたあいつ殴り返せなかったこと言い返せなかったこといっぱいあるよねお父さんにありがとうって言えなかったこととかお母さんを抱きしめられなかったこととかいっぱいあるはず俺らはやり残したこと、うん、だけど俺が全部取り戻すから みんなができなかったこと全部やろうと思ってる俺、うん、みんなの分俺傷つくかもしんないけどみんなが傷つく分を全部俺がやるから俺がやるからでもねでもね大人になるってすごいことだと思うから みんなは大人。俺はキッズ。だから、大人になるっていうことをね、誇りを持ってほしいよな、うん何でかって、大人になる、夢を諦めたって言ってるかもしれないけど、みんなは、夢を諦めるぐらい、大切なものができたんで、できたんでしょう。 でしょありがとうございます。ありがとう。もうなんか、ほんと、今日やばいわ、ほんと、なんか。選挙出ようかな、俺。マジで。当選するでしょ、これ、確実に。うん。どっから出る共産党うん。ありがとう、なんか、すげえわ、超。一体感がやべえ。なんだ、このバイブス。 やべえわ。ちょっとなんかグイグイ来るわ。やべえな、ほんと。やべえわ、マジで、うん。うん。なんだろうな。なんだろう。和道って、和道って全員で和道だからね。俺一人じゃないっていうことに今気づいたわ。ここにいるみんなで和道じゃんって。そういう感じ初めてだわ、俺今。うん。<laughs> なんだろう、これ。 全部のコメントが泣けてくるわ。全部のコメントが嬉しい。ほんと響くわ。なんだろう。突き刺さる。突き刺さるわ、ほんとに。なんだろう。やばくないなんか今日。なんだろう。すげえわ、なんか。レッドホットチリペッパーズのライブみてになってない。なんか、俺今そんな感じだけど。レッチリでしょ。サマソニのレッチリみたいになってるでしょ、俺。 ななってない俺そんなことありがとう本当お手つとさ本当に、うん、今まさにだよ、うん、サマソニーだよ俺ら今サマソニーより暑いからねあの夏より暑いから、うんうん、50過ぎたけど大人ってわからないだからなんでわかんねえんだよ、うん 俺はね、すごく、まあ、謝罪枠で、こっから本題になるから、ごめんね、ちょっと長くなって。俺ね、どうしても話長くなる癖があるから、ちょっとそこはみんな付き合っていってほしいんだけど、俺ね、配信を始めてあの3年と8ヶ月経つんだけど、こんなにみんなに謝りたいと思ったのは初めてかもしれない、本当に本当に。 ここまで真剣に自分と向き合ってここまで本当にここまでここまで <laughs> あちょっと早いなやめとこえっ、ー、とここまで向き合ってきたのはあのだからその自分との戦いに負けちゃダメ、うんうん、みんなね 他人と比べたがってる。俺の方が強い。俺の方が金を持っている。俺の方がかっこいい。鏡を見てごらん。財布の中身を見てごらん。上には上がいるんだよ。見下して楽しいかい違うでしょ。うん 君が,なりたか君が子供の頃になりたかったのはそんな目をした君だろうかいや違うあの時君たちがいや君たちなんて言い方は良くないあの時あのあの時の夕焼けの中で僕らが夢見た未来の僕らはもっとキラキラ だったよね、ありがとうなんかなんか思い出してくれてありがとうすげえな,なんかすげえわなんかすげえほんとにすげえな今日な何だろういろんなものを取り戻したな全部帰ってきてるよ今わかる俺らが心の奥の奥の方にしまってたもん全部出てるでしょ今やばくないほんともう全員号泣でしょほんとに <laughs> もうもうすごいよ。もうすごい。本当に。うん、ああ、すごい、本当に。なんかすごいわ。なんかすごいわ。うん、俺はね、質問ありがとう。俺はね、お酒は飲まない。なんでかっていうと、俺は常にシンクする人でいたいの。これはね、 世界で一番世界中に会社っていくつありますか世界に株式会社がいくつあるのか想像してみてください無数にあります過去倒産した企業それらもカウントしたらどれくらいの企業があったかそれぞれに社長がいました創業者がいました経営者がいたんです彼らは自分の会社を一流の会社にするために 素晴らしい企業に育てるためにいろんな思いを込めて創業者たちは社員たちに社訓というものを作りますこの会社の指針ですそしてその無限にあると言われている株式会社の中から世界で一番短い社訓として有名なのが皆さんが知っての通り IBM の社訓です t h i n k 考えろ こんなに素晴らしい社訓があるでしょうか僕は僕は考え続けたい悩み続けたいどんなに頭が悪くても問題を発見した時壁にぶち当たった時それを置き去りにしたくない誰かのせいにしたくない皆さんどうですか考えてますかシンクしてますか一緒にシンクしていきましょうシンク そしてこういった人もいます。think ん think、so、ん o good んちょうな。e e l んなんだっけそ、so, なんだっけ e ィールそぐ o とちょうな。どん、so、なんせんか。Don ある人はこう言いました。Don't think, feel。考えるな。感じろ。でも、俺はこれは欠点があると思う。うブルース・リーさんが言ったんだよ。ブルース・リーさん。青い3番目。すごい素敵な名前だと思う,そう。青の3号だよね。彼は、彼こそ考えた人はいないと俺は思ってる。 考えて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 考え抜いたのさそれでも答えが出なかったとき 感じたんだね、はい、ありがとうございますありがとう、はあ 考えた先に考えた先に感じるやつはダメ考えないやつもダメ考えて考えて考えても答えが出ない時に感じまくってほしい俺はねみんな男の人手挙げてほしい 女の人には関係ない話になってしまう男の人いたら手を挙げてください何人ぐらいいますか今ここにいる200人この会場の中にこの会場にいる200人の中で男性の方はどれくらいいますか男性の方はもしよろしければ挙手をお願いしますえぜひ、えー、僕のトークにご協力いただけると男性の方ありがとうございます皆さんは 数々の AV 女優でオナニーをしてきたと思います皆さんに言いたい AV 女優でオナニーした数を今まで抱いてきた女にカウントしますかしませんでしょう童貞は童貞です考えて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 も ダメ体験がすべて以上です、はいはい、ありがとうありがとうありがとうそろそろあのお時間が来ましたので そ、えー、そろそろ僕の枠を終わりたいいと思いますよろしいでしょうか今日は本当に生きる意味成功する理由それから皆様がこれから輝いていくための全てをお話しできたと思います全てをお話しできました本当に僕の人生の集大成が全部詰まっていました 人間というのは人間というのは一生であ謝罪枠だったねすいませんあのそろそろもういいもうそろそろいい疲れたからいやいや単純な話なんだけどもうもういいっすかもうもうめんどくさくなってきたんでうんもういい、うん、もういい うん、いやもう何が言いたいのか、うん、いやだからもう俺は今ちょっといろいろあるんだもうちょっとやろうかいやねでも俺は言いたい俺は言いたい配信ってこういうことだからうんあのねもうね若手の配信者全てに見てほしいこの枠をこの枠に俺の3年半が全部詰まってるから配信ってこういうことだから、うん、内容なんていらない 閲覧が欲しかったら内容なんて考えるなよっていうそう案外案外喋りが上手いやつでも内容空っぽだからなって内容空っぽの方が閲覧伸びるからなってうん <laughs> そうお前が普段考えてかっこつけてることなんかリスナー求めてないからっていうそう <laughs> 意外と適当なやつの方が伸びるからっていう、うん、いやいや全然違うんだけど そういや、まあ、単純に、いや、謝りたい、謝罪枠って言ったんだけど、いや、今日、京都と明日、トレーニング休むわっていう、ただそれだけなんだよね。うん、わかる。<laughs> ちょっと風邪気味で、肺がつらいんだ <laughs> だから、ちょっと体調を戻すために、あの、今日と明日、 あのちょっとトレーニングお休みするっていうのをちょっと今までずっと応援してくれてた人いっぱいいたんでこのなんつうのトレーニング枠に関してはちょっと本気でサボりたくなくて、うん、ただまああのけ朝,朝方の放送であのみんなと話し合ったんだけどちょっとあのこの風長引くともう最後の日曜日あのフルで戦えないからあのちゃんとやろうっていう風になってちょっと休ませていただきます。 すいません。よろしいでしょうか。うん、<laughs> トレーニング休むの超重大発表だよ。もう超謝罪枠だよ、本当に。いや、結構ね、本当に、あの、この、なんつうんだろう、企画、してごろの企画で、結構なんかみんなが本気で応援してくれてるのがすごい伝わってくるんですよ。なんか、ワードをやれよ、みたいなさ。まあ、ここで一発見せてくれよ、みたいな期待はすごい感じるから。 だあの正直言うと別にトレーニング2時間できるんですよ。ただあの、風治んねえなっていうのはすごいあって、免疫落ちてるんだよ。あのヘルペスもほらできてるじゃん、ここ。ヘルペスすぐできんのね。で、もう肺まで来てるから、うん、ちょっとね、あの2日間休んで,で、記者会見が23日にあって、先行発売のチケットの発売日があるから、ちょっとそれまではね、雑談に力入れようかなと思って。で トレーニングをしないって割り切った瞬間に、ちょっと生主としてのね、ちょっと、生主としてパンチもいろいろ多彩だぜっていうのをちょっと見せたくなったんだけどちょっと配信に集中しますんで。モンスターエナジー聞くかなモンスターエナジー結構好きなんだよね、俺。プロの、プロ格闘家じゃねえわ、俺。全然プロじゃねえよ。うん。それだけなんだよね。申し訳ない、本当に。付き合ってくれてありがとうね、本当に。 思いのほかなんかノリが良くて面白かったわ。うん、<laughs> 思いのほかお前らのノリがよろ,よろしくって、なんか、うん、こういうノリ好きだなと思ってね、結構楽しめたわ、うんえー。今日初見なんで知らないんですけど、普段トレーニング配信してるんですかそうですね、あの、捨て頃って言って、あの、弁タ太郎さんの格闘技イベントに出るんですよ。これがあの、そのポスターなんですけど。 これで第2試合で、あのー、キックボクシングルールで戦うことになってるんで、あのー、それに向けてね、あの、6月10日が試合なんで、結構そのトレーニング配信がメインだったんだけど、最近は。ちょっとね、体壊してて、あの、ちょっとやめた方がいいということで、本当はね、本当はやりたいんだよ。サボるとかじゃなくて、ただ本当に治んない。うん。無料じゃないんですよ。チケットね、5000円。 であのー、もう100枚速攻1分で売り切れてるから多分ねこれねあのー、着たい人は300枚速攻売り切れちゃうと思う気のトレーニングっていうかストレッチとあとフォームの確認ぐらいはやろうかなと思ってるけどそれ配信だとつまんなくなっちゃうからあのー、それはやめとこうかなとは思ってるけど、うん。ばにゃん筋肉すごくないな何やってんのツバにゃいやマジで俺びっくりしてんだけどもともとあんな感じだったの なんかき、なんかすごいことになってるよね。あれ、ドーピングしてるでしょ、絶対。ステロイド打ってるでしょ。なんか、ホルモン、なんか、ゴリラみたいになってるもんね。な、なんな,んなのあの、なんか、腕。なんで、たまんよね。あれ、なんなの何になりたいの彼女は。つまり、すごいよね、あれ。本格的に鍛えてるでしょ。な、な、なんであんなことになってんの本当に。全然意味わかんないんだけど。うん。 結局、お前ビビって試合に出れないんだろう。え、俺、試合に出る気めちゃめちゃ満々だよ。つばにゃん、すごいよね、今ね。な、なんなんだろうね。全然わかんないんだよね。その辺はちょっと詳しくないけど、つばにゃん、た記者会見来んのかな ?23 日、もしかしたら顔合わせるかもしんないわ。わかんない。選手だけ集まるかもしんないんだけど、ョタ太郎さんの枠で放送すると思うんで、まあ、ね、記者会見行く道中とか、配信しようかな、ちょっと。 うん、結構メンツすごい集まるからねえこれ誰が来るって言ってたあそうそうあと新しいそのこの人もあのゲストに決まったからねすごくないうんこの人もあの岩崎健一郎さんもあのゲストで参加決定してるからねすごいよねなんか弁叙太郎さん本気だよねなんだこれ <coughs> うんそう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  ただね、どういう立ち位置で、その、あの、参加するか。まあ、多分、選手として出るっていうことはないと思うんだけど、あの、解説員なのか、ね、何なのかっていうのはまだ聞いてないから、それはベンゾ太郎さんの枠で発表されるらしい。花火一発で筋トレ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。この人はヤクザではないよ、この人は。うん。チャンプロードとか、あのね、肩書きが面白かったね。なんか、青少年不良評論家みたいな。 なんか若い不良の評論家みたいなポジション <coughs> なんかでも実態はそのテレビ番組でヤンキーものを取り扱う時に要はそのなんつうの「お前らやりすぎんなよ」みたいな圧力をかけるポジションのコンサルタントみたいな役割なんだってこの人そうそうそう,そう横浜連合の総長だよねもともとすごい顔の利く人だからそのテレビで不祥事とかが起こらないようにテレビ局の人がコンサルで雇う。 で一応表向きの肩書きがなんだっけなんとかひょあの青少年不良評論家みたいなそう人なんだってだから結構有名な人で俺もテレビでも何回も見たことあるからすごいよねうんなんか「チャンプロード」でもすごい有名らしいんだけど俺はテレビで知ったかな結構、うんていうかさ今回の記者会っていうかさ俺よくわかんないんだけど 記者会見って何やるの俺、生まれて初めてさ、多分ここにいるみんなもそうだけど、記者会見や、やるの意味がわからないじゃん。出るとかなくないチャンプロード、そう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 。出たことあるみんな記者会見。なんでもいいけど。何を話すの記者会見って何やるの俺しゃべるの弁所さんがしゃべるから横にちょこんと座ってればいいんでしょ俺は。何を喋ることないでしょ なんか記者会見の経験ある人いないこの中で。挑発をするの俺は。テレジャンピオンを。な、何をすればいいの誰か教えて。何したらいいか。想像がつかないんだよ。だってさ、みんなさ、あじゃあ明日記者会見だからよろしくねって言われてさ、台本書いてよって思わない。な、何するのみたいな。挑発をすればいいのテレジャンピオンを。どれくらいの挑発すればいいんだろうね。 3ラウンドで倒すって言えばいいえー、第2試合担当させていただく、えー、和堂です今回の試合は、えー、テレチャンピオン青山を3ラウンド以内に倒します以上ですって言えばいいこれでいいこれかっこいい正解 <laughs> こんな感じでいいの挑発ってど,どうやってやんの記者会見ってマイクだけで対戦相手を煽るあれだろそん,なそんな激しくやんの え、胸ぐらつかんでいいのそんなじゃダメ。え、ど、どどんな感じどのタイミングで胸ぐらつかむのどのタイミング哲学的にわからない感じにしてほしい、うんえー。第2試合を担当させていただく、えー、ワードです。えー、今回の試合は、えー ごめんなさい。答えが出ませんでした。ありがとうございます。以上です。え、ダメ <laughs> もっとガンガン行かないダメ <laughs> ボクシングの記者会見と似て、ボクシングの記者会見を見たことがないから <laughs>、ボクシングの試合見たことあるけど、記者会見見たことあるなんか俺、謝罪会見のイメージなの。な,なんか記者会見で <laughs>。 なんか謝ってるイメージなの偉い人がなんかあるそのうんある今来た謝罪って何だったのいや長くなるよ話その話になるとレイさんレイさん長くなるよ本当に2時間はかかるよ己に勝つうんなんか経験のないことだから何を話したらいいのか全然わかんないんだよね正直うん いやまあそのまあね、今来た人もいるから、じゃあ、あの改めてちょっと謝罪内容をさせていただこうと思うんだけど、そのなんていうのかな、元々そのまあすごい、ちょっと前振りが長くなってしまうかもしれないんだけど、ちょっと聞いてほしいんだけど、俺がその丸眼鏡をかけてる理由、なんかよくね、あの新規の人に、 あの「牛島ん意識してるの?」とか「闇金牛島んみたいだね」っていうことを言われるんだけど俺あの闇金牛島ん読んだこと1回しかないし第1話でちょっと苦手な漫画だなぁと思ってもともと眼鏡っていうのは何で丸から始まってるのかっていうのはそのレンズの加工技術の歴史から入っていくんだけどまずそもそもあの目の悪い人っていうのはその。 文字を読んだりとか、まあ、古い人だよね文字を読むっていうことはそれだけその知的、ね、上位階級にいる人文字が読めるっていうだけで上位、ね、階級の人たちだったからもう本当一部の人しか文字が読めなかったで眼鏡をかけるっていうことは目が悪いっていうことは賢者の証だったんですよ、うん、賢い人の象徴だった。 なんで昔の人は丸眼鏡だったのかっていうとレンズっていうものが開発されたんだけどそのガラスっていうものができてそれを透明度を上げていってレンズでそれを球体に加工するっていうのが一番簡単だったからなんですよだから眼鏡っていうのは、えー、と丸レンズの丸,丸から始まってるんですよで俺はやっぱり眼鏡をかけるんだったらその古き良き文化みたいなものを俺は取り入れていきたい 思ってます、はい、ありがとう、うんうん <laughs> え。ケンタッキー食うな何それ <laughs> 亀田ラコってケンタッキー食いながらやってたの <laughs> えー、<laughs> なんでケンタッキーあそっか、原料か。相手の原料の挑発か。はい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 。なるほど。うん、北斗、キラと関連しノブって記者会見で喧嘩してるんだ。お へーまあ、安定の謝罪枠だよね <laughs>、うん、そうなんだよね蛍光灯とかなくてあのなんだあのなんだっけ火の明かり要はランプでやってたから目を悪くしたんだよね昔の人は、うん、そうなんだよね <laughs> まあ皆さんに豆知識をふんだんに与える放送だからこ,こ いや、狂気っつってもね、うん。あ、ちくまさんありがとうございます。えっ、ー、と、僕がその今回謝りたいことっていうのが、今年僕あの、32歳になるんですよ。えっ、ー、と、1985年5月の21日に生まれました。1985年っていうのがどういう時代だったかっていうと、そのバブルが崩壊して、 それでもまだあの日本っていう国全体が景気が良かった時代だったんですね。でまあそのお僕らのお父さんの世代お母さんの世代っていうのはそれこそ、まあ、バブルかすってるかなかすってないかなってで、まあ、今の若い人だと分からないかもしれないけど実際にバブルってどういう時代だったのかっていうともう本当大学生の学生の飲み会とかでフェリー一隻300万とかを貸し切ってね ビンゴ大会とかやって賞金300万出すとか、もうすごい時代だったんですよ、まあ、タクシーをこう止めるのに、みんな1万円をこう持ってタクシーを止めるとかね、もうそれくらいお金回りのいい時代だったの。で、まあ、日本っていうのはその、ね、景気がどんどん悪化していって、まあ、雇用問題であったりとか、少子化問題とか、いろいろ抱えるわけですよ、はい。ありがとうございます。 ありがとう <laughs> バカありがとうございますヤスさんあ今来てくれたんだヤスさんありがとうそうそうそう,そうだから Mac なんか昔昔さそうなんだよ今さ Windows ねすごいけど Mac と Windows のシェアが半分半分だった時代なんだよ本当にね Mac じゃないと使えないソフト Windows じゃないと使えないソフトってあったんだもんねすごいよね うん、よくよく考えるとだから iMac ってめちゃめちゃあったんだよ当時パソコン40万ぐらいでした結構高かったよね iMac って調べてみるとすごい可愛いいよ、まあ、多分それより前の話だと思うけど Mac が誕生したのってあの古い Mac の方だと思うけどさ5月ですね僕は5月生まれですね <laughs> マックダーナーって言いますから僕僕はあのマックダーナーって言いますね、うん、帰国史上なんで試合出ますよ試合出ます、はいうんうん、やっぱりそのアメリカにいた時期があったんで僕は記者会見パフォーマンス MC 格闘家支援和藤さんをどうアピールするかほうほうほう,ほう FX というのがマックの最高機種だった時代へえ わかんないわ全然。そうそう、リンゴのマークの。だから、アップルってすごいかっこいいんだよ。俺、スティーブ・ジョブズのかっこよさって、3回革命を起こしてるんだよ。まず、Mac っていうのがホームコンピューターを作ったんだよ。つまり、その Windows。だから、スティーブ・ジョブズの有名な言葉で、Windows っていうのは Mac のパクリタって言ったんだよ。要は、その、なんでスティーブ・ジョブズがこんなに深刻化されてるのかっていう話になってくるんだけど、 もともとは IBM とかが政府とか企業とかに独占的にその権力者たちにコンピューター知的財産を与えてたっていうのが始まりなの。で、スティーブ・ジョブズはヒッピーだったわけじゃん。要は革命家だったわけよ。その虐げられてる人たちの。で、何をしようとしたかっていうと、その情報そのものを、要は情報っていうのはもう武器だから、情報そのものを市民に取り戻すんだって言ってホームコンピューターを作るんですよ。それがまず Mac だの。だから、 俺らが使ってるパソコンっていうものはそのスティーブ・ジョブズがいなかったらまず生まれなかったんですよ。で、次にね、もうホームコンピューターを作った。で、クビになるんだけど、何をするかっていうと、今度は何で復活するかっていうと、皆さんご存知、えー、iPod ですよ。いや、これ音楽業界に革命を落としたの。だって、俺ら知ってるじゃん。昔は CD とか MD とか、要はパッケージで売られてたわけじゃん。これはダウンロード で、もう解決するって言ってそう、音楽業界の利権を全部ぶっ壊して、俺らっていうのはもうデータ、要はソフトとハードだったんだよ、昔は。だけど、ハードの中にもうソフトっていうのは情報だから、ハードの中に詰め込めるんだっていう概念を作ったわけよ。これが二つ目の革命。ジョブズがやった。音楽業界を根本的に変えた。そして三つ目は iPhone だよね。うん。要は携帯するデバイスを作っちゃったんだよ。スマートフォンって言われてる。 あれはもう電話じゃないんだよ、うん。あれは電話じゃないと思う、俺は。ステイ・イ・フーリ iPhone すごい。iPhone 電話じゃないやろ、うん。スティーブ・ジョブズとか興味ないのマジで。めっちゃ興味あるでしょ。 え、スティーブ・ジョブズめっちゃ興味あるぞ。みんなスティーブ・ジョブズ聞きに来たんでしょ、今日。うん、え、ジョブズ嫌いなのマジで。右翼え、じゃあさ、ちょっと聞きたいんだけど、みんな右翼なの左翼なのちょっと右か左かだけで言ったらどっちなのちょっと。ちょっと俺のリスナーの右翼率、左翼率をちょっと調べてみたいの。うん ちょっと右か左か書いて、ちょっと。右か左か。どちらかって言ったらね。技術的にはソニーも iPhone 出したけど、あれを電話と結びつけて一番大変だと思いす。ねえ、ほんとだよね。ああ、右翼。うん、右翼。左なんだ。イコモさん左なんだ、うん。私の息子は若干左曲がり。ほうほう。聞いてない。じゃあみんな書いて、右翼なの、さやこの、うん。ライトウィングに決まってんだ。まずか、右、右なんだ。 先週から左になったんだ、うん。あえて言えば右翼。俺ね、これね、ちょっとこれ、俺、ちょっと、これ最近、なんでこれ聞いたかっていうと、別に右でも左でも全然いいんだけど、これちょっと、俺考えたんだよ、右と左について。ちょっとこれ、マジな話なんだけど、俺ね、30歳までの、には20代までにしようか、29歳までに、左に寄らないやつって、俺、おかしいやつだと思ってんの。 29歳までは俺は左側に寄るべきだっていうのが俺の考え方なの。で、29歳までに左に寄らないやつっていうのは志がないやつなんだよ。要は世界平等にしようよとか、その戦わないやつだと思ってるの。俺はだから29歳まで、あの、左に寄らないやつは志の低いやつって定義してるの。ただ、30歳から先に左に寄ってるやつっていうのは勉強不足な奴なのやつだもん。歴史を知らないやつなんだよ。 だから、若い時は左でいいと思ってんの。ただ、30超えて左に寄ってるやつっていうのは、歴史を根本的に理解してないやつだと思うんだけど、これどう思うこの辞論おかしい俺、俺が実際そうで、俺左寄りだったんだよ。どちらかっていうと。でもね、最近右寄りになってきたんだよ。ど、そ、そんなのどうなのそ、そんなことじゃないのそういうことじゃないの左に行ったり右に行ったりしないのみんなん。ずっと右ずっと左うん。 どううなんだろう違う別に。20代ってさ、だってさ、その、野心があるわけじゃん。で、平等にしようみたいなのがあるわけじゃん。で、知識量が少ないわけじゃん。本当の歴史を知らなかったりとか。俺、そうだと思うけど、それ関係ないかうん。それ関係ない左右を政治と結びつけるのどうかなと思う。そっか。じゃあやめよう、この話。<laughs> じゃあやめとくわ。うん。俺は、俺は、でも、そう、そう思うんだよね。 最初左でいいんじゃねえみたいな。うん。そう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 。うん。あ、わかりました。やめます。はい。まあ、全然対談、トツ待ち。全然、いつでもトツかけたいって言ってくれたらツやりますよ、全然。突やります今、じゃあ、やっさん。今、僕と話してみますこの、配信会で一番、配信会のレオナルド・ダヴィンチと言われたワドウと。 あの知識の塊と言われてる僕と対談してみますか安さんあの全員がその僕とディベートするのだけは嫌だっていうぐらいのアレな感じのやつと話してみますか話しませんかやめときますかやめときましょうはい、うん 生活保護費はどうなったのうん、では書類が届かないからどうもなってないけど。知の最上決戦になりますね。そうだな。うん。知識の塊だからね。和道って書いてデータベースって読むからね。うん。和道は確かに勉強してるけど格闘技では負けるの。マジでえ、ぶっちゃけ俺勝つっしょえ、どうなのあ、ぜひぜひ。うん。え、どうなの正直俺負ける正直今、現時点で。 現時点にしようよ。どうなのみんなの読みは和道勝つの青山が勝つの和道か青山なのどっちなの俺ぶっちゃけ俺勝つと思ってるよ。その、あの、なんつうの不可視で言ってるわけじゃなくて、今戦ったら勝てると思ってるよ。どうなの負けるのかな俺。俺勝つでしょどう考えたの ?80% 負けるのえ、マジでえ、それなんでいい小松さん。その敗因は何で負けるの 何で負けるの俺は。ちょっと敗因を教えて、俺の。俺の決定的に負けるところ。相手の実力分からないか。うん。まあ、そうだよね。両方とも見てみないとね。武器使えば勝てる。武器は一応使えないかな。負けた方が面白い。わ、あ、和道に負けた方が美味しいってことか。配信的な美味しさか。ゆるりさんは、あれだね。配信者目線で結構見てくれる人なんだね。なるほど。 うん、まあ確かに負けた方が美味しいけどただ一生引っ張られるよ、うん、身長差はほぼない体重差が結構あるあみぐちゃん青山が勝つって感じか身長差はほぼなくて体重差が俺がね今7 8キロぐらいか7 8キロで相手が5 9キロだからなどれくらいどれくらい差があるんだ59と80なんだから 10, 10何キロ1 0何 kg? 十何キロあるんだろうね当たれば KO いけると思う。うん、ポスターの表情ではテルチャンピンの独り味。だってもう完全に外国人ボクサーだもん。ずるいよ。これずるいよ、これ。見たポスター。もうびっくりしたもん、このポスター出来上がった時に。これがその,あのポスターなんだけど、マジでびっくりするよ。これ真ん中に、俺があの右に映って、隣テルチャンピンなんだけど、完全にこれカマセイヌの外国人ボクサー上。 私の国、水が足りない。とても貧乏。私、水、水、村に持って帰る。私、日本のこの試合、とてもチャンス感じてる。私、勝てば日本、いい国、日本、お金持ちいっぱいいる。すごくいいビジネス。このチャンス活かして、私、村に水引く。って感じじゃん。<laughs> 完全に。 完全に外国人のカバセイヌボクサーじゃん。絶対勝てるじゃん、こんなの。3ラウンドスタミナないとダメうん。いや、いけるっしょ、これ。ワンパンでしょ。そんなことない強いかな。バックブロックり出すのはやめといた方がいい。なんでうん。フィリピンの小さな村から来てるじゃん、完全に。村、村の運命背負って来てるよ、絶対。うん 金杯さんドタキャンしないと思うよ、俺。正直。金杯さん結構やる。なんで金杯さんがドタキャン、ドタキャンってみんな言うんだろう。金杯さんめちゃめちゃやる気なんだけどなぁと思って。え、金杯さん結構強いと思うよ、俺。バイクパフォーマンス一番苦手だからな。多分この中で一番下手なのは俺だろう。金杯さんが一番ね、やる気でしょ。 <laughs> バックフローなんでやめた方がいいんだろう戦略次第トリッキーなプレイを期待してるどれさんに教わってこんだけ綺麗なさやり方を教わってトリッキーなやったらちょっとどれさんに失礼だからねうん病気出したのでもそれはあれでしょ振りでしょうん動けなくなるま金、あ、八さん結構ガチで病気だからなちょっと心配だよねそこは だって、観光編の人にリバーブローとか打ったらマジ爆笑するじゃん。<laughs> リバーってこんな大きさらしいよ。左のもうボディ、ほとんどがリバーブローなんだって。<laughs> そのリバーが観光編なんでしょ。<laughs> カッチカチに固まってるさ、リバーをバーンってたときいいんでしょ。左か、バーンって。<laughs> うん、クソ笑うよね、うん。伏線張りまくってんだ。でもあれだよ。今回これ罰金50万だよ。だし、リスナースからソース感食らうよ。 バックたら逃げらんないと思うよ。リスナーが許さないでしょ。あ、その方が金ンさん的に美味しいのかな。どうなんだろうね。俺多分これは逃げらんないと思うよ。マジな話。うん。無理でしょう、うん。今までがそうだったから。 今までなんかバックレたことあったっけ金梅さん。寝坊したら、なんか光くんが前の日泊まるって言ってたよ、ハルさん。うん。チャリ旅はバックレた自主企画じゃん、それって。自分の企画だったらバックレられるけど、これかなりの人数関わってるから、多分バックレないと思うけど、そう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 。罰金踏み倒す、多分、連城太郎さん、マジで切れると思うよ。うん。 ていうか多分そのなんつうんだろう俺金埋さん全然バックれると思ってないよ <laughs> だってさ記者会見までとりあえず様子見ようよまだ2ヶ月あるんだから記者会見バックれたらちょっと俺もやばいかもって思うわ明日明後日でしょ23日だから明後日記者会見だからそれ見守ろうよちょっとうんあれ枠開くって言ってたベンジョ太郎さん 記者会見枠開くのかな枠開くよなそれは。なんか、便所さんの枠でやるんでしょうもう少し見守ろうまだ早いでしょまだ早いよ。富士そばか。新しいフォロワーさん、グレイジーさんフォローありがとう。優子さんフォローありがとう。宗二さんフォローありがとうございます。いや、台本ないよ。うん。台本ないよ。うん。 台本やらないよマスコミ来なかったらウケるよね大爆笑でしょそれこそリスナーもキュッキュキャッキャするでしょ一番聞きないで誰もいないところで全員で記者会見するみたいなちょうない <laughs> 誰も質問しないんだよ記者が誰もいなくてベンド太郎さんがあじゃあ第1試合の誰々喋ってみたいな <laughs> サブーっていう、うん、あじゃあ出るんでしょえみんなスーツで来るんだ俺スーツなんか持ってないよ それめっちゃ面白いよね。記者が誰もいない記者会見。でもニコニコ生放送とか来んじゃないのかな来ないかなプライドあるから。なんかニコニコニュースあたりは来るべきだよね、これ、うんね。っていうかニコニコニュースが取り上げなかったらどこが取り上げるんだって話だよね、これ。ニコニコニュースと、あと、なんだトースポあたり。どうするテレビ局とか来ちゃったら。カシカサカサャ <laughs> シャ。バシャバシャバシャ。 みんな予想外にガッチガチに緊張するみたいな <laughs> 予想以上に記者が来てもうこんなんなるみたいなあーあーあーみたいな喋れないみたいなあーあ,ーあー頑張りますみたいな <laughs> い,い,いい試合しますみたいな <laughs> それはそれで面白いよね勝てーなこいつらみたいな <laughs> 普段カメラに出慣れてるくせにテレビってすげえなっていうどうだろうね あ、配信者も来れるのか記者会見だから。リスナーも来れるじゃん。フリーのジャーナリストだって言い張ればいいんだもん。フリージャーナリストの何々ですって言えばいいんだもん。来れるじゃんよくよく考えたら。まあ、ニコニコニュースは来ないとダメだよな。まあ、プライドがあるから来ないかもよ。ニコ生の配信者いないじゃんこの中に。絶対プライドあるでしょこれ。うん。ガジェット通信は来るかなガジェは来そうだね。うん。ガジェ来るでしょ。 <laughs> でもまあネット系の,そのニュースサイトとか来てほしいよね、すごい。ガジェット通信は全然面白いね。うん、なんか記者とバトったりしても面白いよね。記者が、なんかさ、配信好きな記者が来てさ。 なんか、わけのわかんないことつ,ついてきたら面白いよね。うん。FC2 でもやってほしいよね。結構楽しみだよね。いろんなところで。あ、でもね、配信自体は、あの、禁止だから、放映権が。いや、一般は来れんのかなどうなんだろうね。わかんないけど。弁当太郎さんが、どう言ってんのか知らないから、一般ではさすがに来れねえか。でもなんか、潜り込めんじゃないのわかんないけど。フリージャーナリストだって言い張れば。<laughs> なんか、カメラぶら下げて。 フリーですって言って名称置いてけいいんでしょわかんないけどそしたらリスナー集まっちゃうかこんだけのメンツだとあ,ー <laughs> <coughs> あーザクザクとかも来るかよくよく考えたら結構面白くなりそうだよねどうなんだろう まあ確かに言われてみたら結構熱いかもね。面白そうな感じしてきたわ。うん。でも、な、質問されても何て言っていいかわかんねえよな。まずまあ俺に質問は来ないよね。さすがに。ネームバリューある配信者ばっかりだし。うん。さすがに来ないよな。ふ、う、ふ、ん。かませいのだからね。 <laughs> 負け格の和道って言われてるか <laughs> 本当に裏で台本とかないのかなあだから試合終わったら全部話すよとは言ってる一応さイベントがその主催者が免除太郎さんだから俺は顔立てたいからなんかそのていうかさぶっちゃけて言うけど 台本あったら、こんだけのメンツがいるんだよ。おしゃべり大好きじゃん。炎上大好きなメンツがこんだけいて、喋らないはずないじゃん。わ <laughs> かる <laughs> 台本組んでたら、絶対誰かペラるんだよ。もう仕掛けてくんだよ。閲覧欲しいから。もう仕掛け合いみたいになるでしょ。なってないじゃん。もうだいぶ言い語ってんのに。だからない証拠なんだよね。ああ、頑張ります。ありがとう。バカありがとうございます。やアスさん。<laughs> ありがとうございます。あ、そうだ、忘れてた。そうそうそう、どっかで漏れるんだよ。で、実際ないから、台本、正直。もう、もう自信持ってないって言えるよ。だってさ、その、台本とか組んで損するの、弁叙太郎さんなの、見え見えじゃん。今回の企画は、正直、あの、弁叙太郎さんが損すんだよ。だから、主催者側はやらないよ、そういうこと。弁叙太郎さん、超優秀だと思うよ、今回の企画。サンシャイン田口さん、フォローありがとうございます。 あのこ,ここで多分ベンゾ太郎さんはすごい大きな企画にした看板イベントにしたいっていうのは伝わってくるから、うん、やらないやらない、うん、ガチで殴り合った方が面白いし美味しいもん、うん、だって俺本気で一番最初言われたのは殺す気でやっていいよって言われたよマゾさんの配信って深いよねいや深くないと思うよマジか 深くない深くないめちゃめちゃ浅いよ潮、うん、干狩りぐらい浅いよ、うん、砂掘ったらアサリ出てくるから <laughs> めちゃめちゃ浅い、うん、ダメダメ騙されちゃう怖い怖い、うん、全然深くない今ここにいるリスナーの99%ぐらいどこが深いんだよっていう、うん、新しいフォロワーさん山崎スパンさんフォローありがとう <laughs> <laughs> 全然深くないよ。あっさりあっさりだよ。やろうとしてもやらない人がほとんどなのに、ベンド太郎さんはそれを実現させてるのがすごい。そうそうそう。まずさ、これだけのメンツが集まってるっていうのもすごいじゃん。こ,このメンバーが集まってるこれ、信頼関係と企画力の二つだと思ってんの。信頼関係と企画力。これ、あの、なんつうの企画力があったとしても、信頼関係がないと、これだけ出ないんだよ。 まず。ただ、信頼関係が深いっていうことね。要は、その、つながりが深いんだよ。弁償太郎さんの。普段の行いの。信用できるっていうさ。で、あと、その、選手だけじゃなくて、ゲスト陣をこうやって、石川の隆起とか呼べるっていうところ。で、ラウンドがあるまで手こ入れするわけじゃん。歌も入れようぜとか。要は、企画力もあるわけじゃん。で、協賛もちゃんと入れてる。で、俺、すごいなって思ったのが、実はここなんですよ。こういう、文化人の人じゃん。ある意味。 要は、放送界隈の人じゃなくて、要はこ、この人、要は、岩崎健一郎さんみたいな、テレビに出る人をなぜ呼ぶのか、K1 レフェリーとか、なぜプロの人お金かかったとしても呼ぶのかっていうのは、これね、テレビ狙ってるんだよ。わかるじゃん。ワンチャン狙ってるんだよ。配信の枠飛び越えようとしてるのか、俺はわかるから、すごいと思うよ。本当に。これ、その辺の配信者じゃできないと思う。出ます、出ます。第2試合です、僕は。第2試合に出ます。 うん、もう中盤だったんだけど入れ替わっちゃった俺第4試合って言われてたんだけどドれさんと入れ替わったうん第2試合俺は、うん、第2だからその1試合目2試合目だからすぐだねもうだからあっため役だよ会場の <laughs> うん どうなんだろうな。第4試合結構やりやすいなと思って、ラッキーと思ってたんだよね。なんか、ウォーミングアップとかさ、いろんな人の試合見れるから、格闘技の経験どころか、スポーツの経験もないよ。運動神経ゼロだもん。<laughs> 運動神経ゼロで格闘技経験もないから、まあ、小学生の低学年の頃、空手習ってたぐらいで、白帯だったけど、それくらいしかないから、トレーニングね、ちょっと、 あの風邪ひいちゃってるから2日間休ませてもらうようにしてるちょっと肺が喘息気味になってんのと鼻水と痰がすごい出るから呼吸ができないんだよ琉球空手ゴ50流っていう空手だねその小学校の頃教わったのはちょっと柔らかい方なんだけど50流空手うんそうやってましたねでもそ習ってたくらいですよテレジャンピンです僕は対戦相手うん あと、曲身はね、1ヶ月2ヶ月習ったんだけど、曲身合わなくてやめちゃったね。うんまあ、心配っていうかまあ、普通に考えたらボコボコにされるよな。32歳の運動神経ないおっさんが、運動神経バリバリの24歳で戦うんだから、勝ってるの体重だけって言われたからね。<laughs> うん、体重差は結構有利だけど、ただ太ってるだけだから、うん、筋肉ないし、ちょっと、どうなるのかわかんないよ。まあ一応、その、 であのドレさんに教わってからもう1ヶ月ぐらい経って、あのーまあ、やっとジャブがいい感じになってきたなっていうぐらいで、うん、そう伸びるなんかジャブが出せるようになったんでそれはちゃんと物にしていきたいなと思ってるあと2ヶ月間でしっかり打てるように相手がこうのけぞるようなパンチもう効くパンチを打てるように。 頑張ります。そうだよ。もうずっとシャドウ、シャドウ、シャドウだよ。うん、毎日毎日。うん。だから、羨ましいよね。テルジャンピンの環境とか。あれだけキックボクシングのジムとかさ、使わせてもらって、プロの人に教えてもらってるんでしょすごい環境だと思うよ、本当に。ら超羨ましいもん。いいなぁと思って。すごいよね。<laughs> 俺だってサンドバッグ蹴ってないし。うん。ただ、俺が恵まれてるなって思うのがさ、やっぱドレ深夜食堂さんが教えてもらってるからさ、ドレ深夜食堂さんすごい、その格闘技経験もあるし、知識すげえ頭いいんだよ、もう。全部理にかなってんの、動きが。だからね、やればやるほどね、あ、ドレさんの言う通りだっていうのが分かるから面白いよ。スタミナで勝てれば、テルには勝てるんじゃねどうなんだろうね。勝つか負けるかは分かんないけどさ。 俺は勝つつもりでやりたいなと思ってるけど。理論的には勝てるけど、試合には負ける。ああ、要は理屈の上では勝てるけどってことか。ちなみにさ、イコモちゃん俺のスパーリングとか見たイコモちゃん。お、ネオさんいらっしゃい。頑張ります。イコモちゃんさ、俺のさ、練習とかスパーリングとか見た例えば、前回の日曜日の動画とか。もし見てない人がいたら、あの、キャプローか7分ぐらいの動画。 うん、<laughs> 見てみたかったらあの先週の日曜日あの地下格闘技あの25戦やってる人とかいたから、うん、ああ昨日昨日か今日月曜かなんちゃう今日火曜だがおとといじゃん一昨日のねスパーリングだったらあ練習見てたゆるゆるだった <laughs> そっかそっか <laughs> ね温泉羨ましいよねうんそっかあそっかそっかあの福島だから温泉近いのか いいよね温泉大好きなんだよね俺温泉いいよねみんなも温泉好きなんで温泉ってあんなにリラックスできるんだろう温泉はいいですよ素晴らしい文化だと俺は思ってる 子がいる浴温泉は多分経営が無理だと思うよまず若い子がその混浴温泉に行った時にあ混浴だってバレた瞬間に絶対入らないっていう判断をすると思うのよだからもう混浴温泉でも関係ねえっていうおばあちゃんしか入らないんだよ <laughs> いるだってこの中にさ20代とか10代の女の子で温泉行こうって言ってさ混浴ですけどって言われる瞬間やったーっていう子いないでしょ絶対嫌でしょ だから、婚浴でも関係ねえよっていう、もうやさぐれてるおばあちゃんが行くんだよ。ここまで来たら知らねえわっていう。だから若い子がいる婚浴温泉なんて、俺、存在しないと思ってんだけど。うーん、ちょっとね、タトゥー、ダメ。うーん、難しいところだよな。だからほら、あの、日本の、その、なんていうのかな、その入れ墨っていう文化と、海外のタトゥーっていう文化がちょっと違うじゃん。 任協道だからその要はあれっていうのは肩木と違う生活をしますっていう宣言で入れるわけじゃんそうそうだからそこ難しいよねそこは桜で AV 女優いや無理だよ AV 女優ってギャラ高いから稼いでるわけじゃん彼女らでその多分ね噛み合わないと思うよう温泉で元取ろうっていうのは噛み合わないよ喉痛い時水蒸気するとやわるいあ,ありがとうバレンニョさん あとで返す付きタックは。<laughs> 調子悪いんだろう無理しないで配信終了すればいいのに。いや、俺配信好きなんだよね、やっぱり。なんか、なんだかんだね、やっぱみんなと話してると一番落ち着くんだよ。あの、もうずーっとやってきたことでさ。配信好きなんだよ、ほんとに。<laughs> だってもう、これ以外誇れるもんないもん。俺の人生で。 その人様にさ、例えば、歌歌って、ダンス踊って、絵描いてとかさ、このさ、1時間、2時間ぐらいか、2時間で3500人も見てもらえるってチャンスないよ。俺の人生で。俺の人生で今、一番輝いてる瞬間が今だと思ってるから。だから、もっともっとこの業界で頑張りたいんだよね。結果残したいんだよね、俺。正直言うと。<laughs> まあネットだからそうなるんだよとかさ、ネットだから人集まるんだろうって言うけどさ、それも一例あるけどさ、でもネットでもこう人様にやっぱ見てもらうのは嬉しいよ。最初学歴俺中卒。高校行ってないっす。あ、一回高校行ったんだけど、高校って1年未満で辞めると、あの、高校中退のライセンス取れないんですよ。高校中退って名乗れるのは、一学年終えてからの、実は。 入学したからじゃないんですよ。だから俺は、高校には行ったんだけど、1年未満で辞めたから、あの、中退なんです。あ、中卒なんです、僕の学歴は。お、なおたくさんどうもどうもすいませんあの、メールありがとうございます。すいません、あの、返信しないで。了解です。ありがとうございます、お気遣い。<laughs> え、でもさ、理屈始まったって言うけどさ、俺、結構理屈こね回すタイプなの。嫌だなんか、いこまちゃん。理屈こねんの嫌い <laughs> なんで辞めたのうーんーとね何だろうなうーん,なんかもう働きたかったんだよね社会に出たかったっていうかうーん,なんか学校行ってても合わないっていうかさうーんもう中学の頃からもう高校行きたくないって言ってたんだよねああ全然申し訳ないですね返信遅くなってそう高校中退って実は資格があるんですよ <laughs> いつもロムだけどずっと聞いてられる <laughs> なんかね、トークが止まった時はね、コメントしてもらえるとめっちゃ嬉しいから、ちょっと助け舟。ね、わどきょ調子悪そうだな、つって,って話題でも振ってやるかって。こう一個ね、誰かがポーンって振ってくれるとね、やりやすくなる、うん。そうするとね、助かるんだよ。配信が面白くなる。今日ね、面白いね、コメントが途切れなくて。いいリスナーさんだね、今日のリスナーさんは。<laughs> 温まってますね。 <笑>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 もう潜るのロムセンさん多いっすよねなんかなおたくさんからコメントもらったら嬉しいんですけどねいやなんかコメントしづらいんですか なんでなんだろう結構ね、コメントしづらいっていう風に言われるんですよね。いろんな人から。ノんタえーと、今日ってことなんかね、のんたん俺の風邪つっちゃったみたいで、なんか今寝込んでるんだよね。ほんと申し訳ないことした。の,のんたんが風邪だって、熱出たっていうのを報告聞いて、俺が風邪ひいてたんだっていうのをさ、あの <laughs>、やっと自覚したぐらいだから。 ド道の理屈好きなんだけど、今日はなんかブレてますね。ブレてる <laughs> そうかな。とみちゃんいらっしゃい。今から晩御飯の支度しながら見させてもらってます。じゃあ耳のお供に。今日の晩御飯何かね。白闘技は勝つ自信ありますかうーんと、俺がよく言ってるのは、正直言うね、絶対勝てるわけないんだよ。普通に考えて。あの、冷静に考えて、相手はスポーツ選手だし、スタミナあるし、瞬発力あるわけよ。 体重では勝ってるかもしんないけど、ね。向こうは喧嘩慣れもしてるわけだよ。放送では言わないけど、ね。絶対喧嘩も経験あるんだよ。じゃないと、パルパルとの俺の喧嘩を、俺がパンチ振りかぶった時、止めに入ってるんだよ。横から。そう。あれはもう喧嘩慣れしてる証拠なのね。もう、あの、それでわかるんだよ。で、その、俺は正直、もうこの試合決まった瞬間に、今戦ったら負けると思ってた。 でなんで俺が毎日バカみたいに練習するかっていうと弱いから、うん、弱いから勝つ自信がないからなんですよそう勝負っていうのはそう努力の量じゃないのね家庭なんてクソくらいなんだよ結果勝ったやつがルールなんだよ結果勝ったら何でもいいんだよでしょだから俺は弱いから練習してる、うん、勝つために練習してるで勝つか負けるかは俺が決めることじゃないから俺でも青山でもないんだよ うん、リスワン今月沿ってないんだよね。もう調子悪いよね、本当にね。うん、風うつっちゃったんだよ、のんちゃんに。うん、今来た謝罪そうそうそう。ちょっと体調壊してて、あの、トレーニングね、一旦ちょっと2日だけ休ませてって言って、リスナーさん期待してる人多いからさ、ちょっと申し訳ないなと思って。鼻水は金の塊だから吸わずに出した方がいいよ。うん,うん。鼻よく噛んでるよ。ありがとう。新しい自分を見つけ出したいの。 いや別にそういうのはないけど、もういいおっさんだからな。自分探しとかもう全然ないよ。パルパルと喧嘩した。うん。それでも試合出るってすごいですね。普通は怖くて、おじけづきそうだけどね。なんか、その、まあ、変な話だけど、その、配信3年半ぐらいやってるわけじゃん。で、大手には慣れてないと思ってるけど、有名には慣れたと思ってるの、正直。あの、名前は知ってる人多いじゃん。 正直。ただ、閲覧数は少なかったりとか、そう、ワードを好きっていう人は正直少ないけど、有名だけど大手になれてない。要は、大手配信者と有名配信者の違いが、結構、みんな分かってないんだよ、ふわっちの人って。俺のこと、大手、大手って言ってくれるけど、俺からしたら大手になれてない。ただ、有名なんだけの。ただ、俺は大手になること、諦めてないんですよ。正直言うと。で、俺は今年32歳になるんだけど、 もうラストチャンスだと思ってるの。人生で、そのな、何かで頑張ったらてっぺん取れるようなチャンスがあることっていうのは、俺は配信しかないと思ってるのね。で、あの、なんつうんだろうな。なんて言えばいいんだろう。俺はあの4月10日から旅に出るんだけど、この旅っていうのと、今回、弁叙太郎さんから頂い,いたこのチャンス、格闘技っていうのの、この2つを頑張ったら、もしかしたら、 もしかしたらっていうか、この2つで俺は王手になるって決めてんの。うん、で、これがダメこ、ここまでやってダメだったらもう、俺じゃなれないっていうのはわかるから。だから、正直若いやつと戦うの怖いですよ、僕は。怖いよ。うん。そりゃそうじゃん。おっさんで運動神経もなくて、喧嘩も負けてばっかりなんだから。喧嘩したことあるパンチじゃないのわかるでしょ。うん。ねえ、拳だって潰れてないしさ。要は、 喧嘩したことある人の拳っていうのは、ここがボコって腫れ上がってるか、ねこの拳っていうのは潰れてるかのどっちかなんだよ。ここがギザギザってなるってことは、人を殴ったことない拳なんだよ、これって。わかるでしょそう。だけど、俺は、その、諦めたくないんだよ、配信に関しては。だから、やりたいなと思ってる。いや、寒くないよ、大丈夫だよ。閲覧上がりました。そうっすかね。いや、あんまりそんな感じはしないですね。うん。 だから怖い,っすよ、うんうん、怖いけど、なんか、まあ、その、怖い方がいいんだよ。弱っちいやつが出た方が面白いと思ってるから。だってさ、この中で一番弱いやつ誰だと思う正直。男の人で。間違いなく俺でしょ。この中で一番弱いやつみんな正直誰だと思うこのファイターの中で。男のファイターの中で誰一番弱いっつってっ絶対俺だって言うよみんな。みんな正直誰だと思う弁叙太郎さん。 みやびさん、ドレさん、パルパル、金ンバエ、セブン、テルチャンピン、ワド光くん、えー、ヒカル君、ポンスケさん、あとナーボーもいるけど。誰よ俺でしょ一番弱いの。だから一番練習しないと。つったらそれだけだよ。ゆうゆう風船ありがとう。うん。お手になるには気違いしなきゃ。まあ、どうなんだろうな,らない。<laughs> わかんないけど。あ、金ンバエが一番弱い。金ンバエ根性あるけど弱い。 え、俺、金梅さん普通に強いと思うんだけどな。なんか金梅さん弱いっていう風潮あるね。俺、金梅さん普通に強いと思うよ。うん。肝臓が弱いだけでしょ。<laughs> 肝臓が弱いんだ。年齢考えると金梅さんか。俺弱い、弱そうなんだ、うん。どうなんだろうね。わかんないけど。 まあ,あだから弱っちいやつが勝った方が面白いと思ってるから俺はだから青山に勝とうかなとか思ってるけどうんル <laughs> のところに行くの光くんに言ってるのはもしあの近くまで旅配信してるときにあの行ったらお世話になってもいいって1日か2回あの1日か2日ぐらいお世話になっていいっつったらいいっすよって言ってくれてそうそうそれでちょっと絡ませてもらいたいなと思ってできればスパーリング 怪我しない程度にやらせてもらいたいなとは思ってるけど近くなったら連絡してくださいナーボ柔道やってんでしょ俺ナーボ会ったことあるけど強いと思うよ <coughs> 俺な青山めちゃめちゃ仲いいよ別に全然喧嘩してないよ、うん、素人の試合気合の勝負ほとんど喧嘩みたいなもんそうそうそう体力か喧嘩ってさ体力か根性なんだよねスタミナか根性なんだよやったことある人はわかるけど バドーさんに勝ってもらいいた絶対盛り上がると思うなんか弱いやつが勝った方が面白いでしょ。あと力が拮抗してる方が面白いから。うん、力が体力差がなくてどっちが勝つか分かんないっていうのが面白いと思うよ。 パルパル嫌いだけど、多分パルパル喧嘩は弱くないよ。まあ、うん、パルパル嫌いだから、あの、擁護するわけじゃなくて、フェアに言うけど、パルパル、ほら、退治したことあるから言うけど、あ,あいつ弱くないよ。うん。パルパル強いと思う、ボルゴ。うん。雑学ゲーム大会では言うそうそうクイズ。クイズ形式とかね。クイズ番組とかあったら面白いよね。うん。いい企画だよ、これは。本当に。 頃はね、第2回、第3回って続いてほしいかな、ほんとに。で、第1回は和道だろう、和道と青山の試合だろうってね、なったらね、最高だよね。うん、気合で勝つよーペコタリカさんありがとうバカ塾ありがとうね、頑張ります。うん、応援ありがとう。 でもさ、蹴られた時の痛さとかさ、もう知ってるからね、超痛えよ、本当に。びっくりするよね。その芯に当たるローの痛さ。あれ本気でやったらさ、もう、パル動けんのかなだから大丈夫なんじゃないのそこは。さすがに練習してくるでしょ。みんな負けず嫌いだから配信者やってるようなもんなんだから。配信者でね、そこそこね、やっぱ人集めるやつって気が強いよ。 がが強いとも言えるけど悪く言うなら我が,が強いし、いい風に言うなら気が強いから、なんだかんだね、あの、やっぱ勝ちたいんだよ、男の子だから。負けず嫌いばっかりじゃん。このメンツ見てよ。うん、あいいっすよ、いいっすよ。あの、な,なん、つうか、僕、配信上で、なんか、ネタで言ってるだけなんで、あの、アホヤも練習しろよとか。まあ、な、僕ら、その、いいっす、いいっすよ、全然、本当に。 なんかやらせるとかじゃなくて彼も彼でなんかいろいろ考えてるだろうし、うん、なんか彼とのなんか配信とのその <laughs> なんてつうんですかね、うん、別にその練習したから強くなるともう本当に思ってないし、うん、もう本当に任せます僕はただそのなんだろうまあたくさんが可愛がってるそのチャンピンだしパ、まあ、ルパルも可愛がってぶん殴って申し訳ないですけど あの僕は殺す気でやりますよ、あの正直、はい。だから、怪我した時にあに、怪我しない体を作んなかったら、そこは、どんだけ叩かれてもてめえのせいだろうって言いますね。僕は本気でいきます。あのだからあの、練習しなくても構わないですけど、怪我した時死んだ死んだとしてもてめえのせいだからなっていう風に突っ張りますよ、僕は。僕ももちろん、その代わりやられて、あの骨折しようが、死のうが、自己責任だと思ってるんで。 まあ彼がそれでいいんだったらそれでいいっていう感じですね。はい、あの、全然、なおたくさんが、あの、気使うところじゃないと思いますよ。彼の生き方の問題なんで。うん。やらせるとかじゃなくて、自分からやってないのがおかしいと思ってるんで。うん、<laughs> はい。うん。いや、本気で、あの、誰かにやら,やらせる、やられるやつっていうのは絶対ダメなんで。 やらされてるだけになってるんで、やらされてるやつはダメですよ。自分からやる、いやお願いしますっていう立場じゃないのかって思いますよ。本当に。あんだけいい環境を用意してもらえて。僕だったら毎日、本当にやりたいですもんあんないい環境で。サンドバッグがあって、スパー相手がいて、技術もふんだんに学べて。 僕はあの環境羨ましいと思ってますね、うん。ただ僕はその信頼してるね、スパーリング、協力してくれるリスナーさんと、あと教えてくれてるドレさんがいるんで、その人たちの顔潰すわけにいかないんで、絶対負けることはできないです、僕は、はい。それだけです。はい。あ、おう、東京先輩いらっしゃい。そうだね。うん、ごめんごめん。今コメント読めてなかった。牛島くんじゃないよ、全然。 青山を殺す気で行くんです。頑張ってください。だってさ、誓約書、まあ見せないけど、なんて書いてあるかってさ、死んでも責任問いませんって書いたんだよ。うん。怪我しても死んでも責任問いませんって一筆書いてるんだもん。サイン押してるんだもん。反抗してんだよ、俺。うん。それの意味だよ。うん。いちかさん、花火ありがとう。頑張ります。そう。書いて反抗す意味、経営者だったらわかるから。ふふ。 反す意味分かるからうんそうだからそのなんつうのいい売名になるとかさいいネタになるぐらいだったら痛い目見るようんそう対戦相手間違えたなっていう <laughs> アスペ野郎だから <laughs> アスペルガーを相手にすると厄介だよっていう、うん、やるときはやるよ法廷スポンサーが便利だろう金持ちだな うん、大会のスポンサーは弁叙太郎さんじゃなくて、プロモーター、主催者が弁叙太郎さんで、そこにプロモーターが集まってきてんの。あ、プロモーターじゃなくて、スポンサーが集まってきてるんですよ。頑張ってるの潜って見てます。い,やいや全然頑張ってないですよ。うん。毎日悔しい思いしてますよ。パンチが当たんない時とか笑ったもんね、ほんとにね。アンデルパンチ打ってさ、全部、あ、ダメだよ、つって、どれも、ほわ、つって、回れ回れとか言って、何これとか思って。うん 本気で本気でパンチ打って、これでもう全部当たんないんだよ。<laughs> ダメやわ、まパン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 っつって。<laughs> パンパンパンっつって。<laughs> はあっつってダウンすんの。あれ悔しいぜ、ほんとに。一発ぐらい当たると思うじゃん。かすりもしないんだよ。うん。タイガーにいたって当たったとしても効かないからね。なんだこれって言われる。お前やる気ねえだろっつってぶん殴られるんだよ。コメント聞こえてないけど、カメラが遠くて。お前、おい、聞いてねえだろって言われるんだよ。お、立てよ、この野郎つって。 お前それダウンあれだろうっつって安元してんだ立てっつってはいっつって <laughs>、うん、なんで俺怒られてんだろうと思って、うん、やっぱそれは期待だよやっぱり、うん、勝てよっていう <laughs>、うん、負けておいしいまあ正直言うと配信者 からしたらさっっきコメントにもあったんだよ、よリスナーさあのー、負けた方は一生言われるからね、これ。だから美味しいんだけど。でも、トラウマになるんだよ、それって。なんか、その、配信でネタになることって、要は黒歴史じゃん、トラウマじゃん。それってね、やっぱね、でかいことやろうとかね、配信で勇気がなくなるんだよ。いや神回とかね、臆病になるんだよ、そういうのって。 トラウマってだから作りたくないのねあんまりうん前に前にいくようになんないとダメだと思うから、うん、だってるくんがそうじゃんまさにその1位取ることにこだわるし勝負強いじゃん何でも1位取るじゃん、うん、タイガー日本人の体じゃないんですねすごいよパワーがすごい本当にタイガー一番強いと思うよ俺うん あれはすごいよ。ジャブがジャブじゃないんだもん。首がガギガギガギって言うからね。<laughs> 和藤さんに怪我し、え和藤さん怪我しないでね。えー、旅配信に影響出るから、青山には勝ってくださいな、ねまあ、まあ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 その、勝つか負けるか分かんないけど、うん。生き様は見せるし、勝つ気でやるよ。殺す気でやるし。戦ってみたい。俺はだから、もうずーっと言ってるけど、この試合出るときに、誰指名するって言ったとき俺はパルパルを指名したわけよ。 パルとやらせてって弁叙太郎さんに言ってで実現しなかったカードだからそれは俺はなんでパルは逃げたんだっていうのはずっと心の中にあるよなんで俺のこと嫌いで俺のことディスっててで俺とやり合ってるわけじゃん一回だったらなんでこのタイミングで出ねえんだっていうのはあるね正直なんで青山なんだっていう俺別にチャンピン嫌いじゃねえしっていうか結構好きだしあいつ パルパルだったら猛練習するだろうね <laughs>。まあ今でも猛練習してるけど、それこそもう殺意込めて打つよ、本当の。うん。でもまあパルパルもね、出るんだから、どんなね、行動するのか見させてもらおうとは思ってるけど、太田ローマンといらっしゃい。風船ありがとう,う。風船ありがとう。あとまあ、 そうだな。普通に対戦相手で、配信者でいいの全然。その、ランクとか考えないで。要は、その、配信者として格上の人の名前出していいのやってみたい人。仮にだけど。まあ、目の前のことを、まあ、そんなこと言ったら、青山に失礼だからな。うん。あれだけど。もし、青山に勝って次があるんだったら、全然出たいな、俺は。 ベンジョナロウさんがワドもう一回やろうよって言ったら絶対出る俺はただ負けたら出ないもんうん、次回大会出れるように頑張るあのねなんかねみんな誤解してんだけどねあの強かったら出れるってわけじゃなくてどちらかっていうとねフォロワーの数とか閲覧の数だと思うみんななんか結構出たい出たいって言ってるんだけどあの なんつうの地上最強を決めるわけじゃないから、どちらかというとね、ある程度ね、有名にならないと無理だと思う。<laughs> ガチ列すると。だから、あの、トレーニングじゃなくて、売名に力入れないとダメだよ、達人。<laughs> パルパルと実現してほしかったですね。あ、そう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 。あ、あいつもだから、ね、俺のこと嫌いなはずだから、思いっきりぶん殴れるはずだからね。殺意の波動に目覚めた技で。うん。<laughs> そうそうそう。 だから、なんだろう。本当に、東京先輩が本当にその気なら、俺全然、なんだろう。な、リスナー全然引き継ぐし、俺をプッシュするから、次の大会出たいって言ってるし、あの、すげえ世話になったから、みんなフォローしてよって、応援してよって、やるから、全然カメラ回してもらってね、全然いいからさ、やろうよ。うん。有名になっちゃえば出れるわけじゃん、簡単に言ったら。うん。 弁助太郎さんは体格があるからパルパルの対決流れた。あー、らしいね。でもさ、俺とパルパルの体格差があるからさ、うん、それはダメだよ、怪我するからって言ってるけどさ、ちょっとおかしいなって思うのがさ、ポンスケとベンゾ太郎さんも体格差だいぶあるけど、それどうなの <laughs> 弁助太郎さんさ、めちゃめちゃ <laughs> 痩せてるやつと殴り合いするじゃん。あれって思うんだけど。 自分はいいのかよっていうね。何なんだろうね、これ。もしそれが本当ならね、うん。その理論だとおかしいでしょ。自分、自分は、自分は体重低い人でやってるでしょ、みたいな。な何なんだろうね、そこは、うん。自分はいいのかな。自分は安杯でしょそ。だから俺、ベンド太郎さんそんなこと言わないと思うんだよね。うん、だからそこはね、大会終わったら聞いてみるよ。 本当だもん弁叙太郎さんみたいな本音教えてって言っていや閲覧数が噛み合わないとかだったらああそうっすねって自分の実力不足ですねみたいになるけどさ、うん、まあねポンスケさん強いポンスケさん強いからねうんガタ良かったよとっぽいし何なんだろう俺弁叙太郎さん体格差があるからとか言わないと思うんだよね俺パルパルが絶対言い訳したと思ってるから うん。なんだろう <coughs> どっかから NG 入れたのかなんなんだろううん逆にその青山がやるって言ったのもよくわかんないしねワード音っていうなんか不思議なカードなんだよね俺と青山っていうのがうん <laughs> な,なぜ青山なんだっていう <laughs> 今考えると意味が分かんないよなうんまあ出れるだけ俺からしたら超チャンスだからうん出れるだけで幸せだけどねうんまあまあいいカードだよなよくよく考えると多分ね体格がって言ってかばってくれてんだよ閲覧数だよどう考えても <laughs> 要は、和度、閲覧がパルパルと噛み合ってないよって言われてるのを、弁叙太郎さんが、俺の株を下げないために、ね、体格違うからって言ってくれてんだよ。これ、弁叙太郎さんの優しさだよ。うん、多分ね。うん、そう、そうとしか思えないよ。おまた名前変えたの <laughs>、うん、<laughs> いらっしゃい。<coughs> <coughs> 里見と月の大衆さんの方がいいよそうだよね。 体重差、体重差は絶対ね、他のカードの方がいっぱいあるはずだからね。何なんだろう、不思議なことがいっぱいあるよね。いろいろ不思議だよ。 いやあでも大会楽しみだなー俺のこと大嫌いなリスナーがいっぱい集まってるんだろうなえどう思うブーイングになると思う歓迎になると思うどっちだと思う <laughs> 俺大ブーイングになるんじゃないかなとか思ってんだよね結構ニコ生系のリスナーさんも多いからもうブーって言われるだってテレジャンピン囲われてるじゃん女の子からいやあ叩かれるぜーこれ ブーイングだろうね、うん、ヒールだろうね俺 <laughs> まあいいかもともとヒールだしなずっと、うん、囲われてねえしなもともとな大ブーイングだろうね、うん、空き缶とか飛んでくんじゃないのペットボトルとか <laughs>、うん、どうだろうね <laughs> なおたくさんもだって青山応援するしかないの <laughs> もうブーでしょ <laughs> <laughs> ハゲてるぞーっつって <laughs> わざわざ光ってるぞーっつって <laughs> おでこの光卑きうだよーっつってなおたくさんどの辺の席なんですかあビップ席かそうだよなあそうかリアルライフあれだもんな共産に入ってるもんなビップだああ アリアルライフあ VIP だ会場の雰囲気どうなるかだよねめちゃめちゃ緊張すると思うようん、はあ、300人の前でさスポットライト浴びてさだってさ静まり返るはずがないじゃんどう考えてもシーンとかならないじゃんおそれこそ俺今回のイベントとかはもうずーっとニコのまもやってもらいたいよ ニコ生でミラーなんか立ったらずっともうホワイトアウトずっとだと思うよアクティブ多分すごいことになるんじゃん今回の累計来場スポンサースポンサーっすよねそうっすよね <coughs> <coughs> あそうやなあの練習2日間休ませてって言ってた安倍 C さんあのちょっと風邪ひいちゃってうん みんな期待してくれて練習さ応援してくれてたからほんとごめんっつって、うん、でもこの企画で怖いのって観客にレーザーポインターで持ってくるそれはさすがにダメじゃないのかなレーザーポインターは本当危ないよ試合中に絶対ダメだと思うようんそれをもしやってるやつがいたらダメだよ <laughs> いや全然青山応援してあげてくださいよ <laughs> 全然そこはいいっすよ。分かってますから。<laughs> そこ、そこは空気読めますから大丈夫っすよ。あの、もうバンバン応援してあげてください。かわいそうでしょ、だって。<laughs> 青山、かわいそうですよ。全然普通に青山、青山でいいっすよ。全然、はい。また、あの、あれっすよ。うまい飯食わせてください。<laughs> いいか。別に青山、仲悪いわけじゃないんで。三、三人でとは言わないですけど。なんかまた、青山と光ると。 ヒカル君と、また、なんかお誘いいただけたら嬉しいですね。記者会見行くよ、俺。仕事も休みいただいたよ。仕事も休みいただいたから行くよ。<laughs> <咳嚼>明後日だよね。明日明後日うん。ただまあ、俺は未だに記者会見っていうものが何なのかよく分かってないから、人生で記者会見やるとは思ってなかったから、まあ多分、普通に座ってるだけだと思うよ。 質問も来ないだろうし意気込みをどうぞとかないでしょこんな傘配信者にはあ <laughs> 頑張りますって <laughs> どうもっつってまあ多分便所太郎さんがうまく回すっていうか便所太郎さんがね多分司会進行やってまあかっこいい感じでバチンって盛り上げてくれるでしょもうそこはねもう俺はねコミュ障だから 意外とね、あの、自爆だとね、喋りまくるけどね、意外と喋らないから、俺。オフ会とかね、もう、お通夜だから。あ、ぜひぜひぜひ、楽しみにしてます。また面白い企画、ぜひ、読んでください。放送あるんじゃん。放送やるでしょ、弁償太郎さんの枠で。やらなかっやらないのかなどうなんだろう。動画で回すとか、かもしんないけど、さすがにこんだけ配信者集まって放送しないっていうのは嘘でしょ。 やるでしょだってほらチケットの売り上げも伸ばさないといけないわけだから俺はソールドアウト当日でするんじゃないかなって読んでるけど残り200席ぐらいでしょ行くっしょ「チャンピンと煽り」台本書こうかな <laughs> チャンピンとミーティングしようかなこの後あとどうするっつって <laughs> な,なんかいい案あるっつってどうしましょう やりづらいっすね <laughs> どうしようかな、うん。まあ自然体でいいんじゃないのなんか台本臭くなるじゃん。なんか無理に口裏合わせると。放送するんだ。絶対台本集出るから普通でいいんだよ。別に。喧嘩しなくて。ムカついたら言うけど。うん、煽ってきたら言い返すよ。<laughs> うん <coughs> 全部は放送しないんだ。へ<ー>全部放送しないんだ。へな<ー>んだろう。そこはよくわかんねえな。うん、あ、まあまあまあ、まあいろいろね、弁償さんの考えがあるんだろうな。あの人頭いいからさ、こういうなんか、引っ張り方とか発表のタイミングとか全部抜群だと思ってるもん。 もう本当にプロモーションのこととから企画に関してはもう全幅の信頼を置いてるね今、今の流れを見て逆に意味もなくパルパルを挑発しても面白そういやー俺は結構もうその対戦相手から逃げたっていうので苗ちゃったからパルパルに関してはなんだそれみたいになってるからねファイティングポーズからの煽りは必須なの いやー、ないと思うよ。はい。ねだ,だ、だから、金杯さんとセブンさんがどう出るか見,見るよ。<laughs> お手本見せてもらったかするよ。<laughs> 多分、面白い記者会見や,やってもらえると思うから。<laughs> 花束贈呈からの大乱闘は鉄板なんだ。そう、記者会見も勉強しとくわ、じゃあ。でもなんか、みんなが思ってるような、炎上させるようなことしないよ、俺。だって、もう、叩かれたくないもん。 何やったって俺が悪くなんだから。<laughs> でしょ向こうの女性リスナーを敵に回すの、ね、やだもん。若い20代のさ、10代、20代のさ、キャピキャピしちゃうのにさ。うん。やだよ。客層が違うよ。俺はおっさんとおばさんに愛されてるんだから。<laughs> マダムたちに愛されてるんだ。主婦とか。<laughs> おっちゃんとかに。<laughs> 全員年上だからね。俺のリスナー。 若い子全然いないよ <laughs> 若い子たちで理屈通用しないからねん一応嫌いってなったらずっと嫌いだからあの辺とはあの辺ともうもめたくない <laughs> 客層が違いすぎる圧勝していや俺ね勝ってもアンチ沸くと思ってるから正直勝負けたら結局 俺のアンチが喜んで、2チャンネルがもう超盛り上がるだけだと思ってんの。<laughs> 2チャンネルがすげえな、みたいな。和動する、みたいな。うキャッキャキャッキャするだけだと思うよ。だけど、もし仮に勝っちゃったら、もうずーっと言われるだろうね。嫌いって。あいつ嫌いって言われると思う。わ <laughs> かんないけど。野じゃねえよ。<laughs> おっさん代表か、うん。まあそういうもんでしょう。 <coughs> <coughs> あ、ヨシさん若いんだね。珍しいですよ。でもヨシさん俺のことフォローしてないでしょ <laughs> 今日たまたま見に来ただけでしょフォローしてるしてるかしてないか書いてごらん、ヨシさん。してるかいフォロー。あチェックしてみようか、ヨシさん。うん。はい、フォローしてない。はい、はい、フォローしてない。はい、はい、はい、ワードリスナーじゃない。ワードリスナーではない。 おっさんに人気とか本物でしょ俺は実はね、おっさんに受けてるっていうのは、おっさんとマダムに受けてるのはすっごい嬉しい。なんでかっていうと、もうそこを狙ってやってるから俺。だってさ、トークの構成とかさ、その、キッズ向けに明らかにやってないじゃん。喋り方とか。だからいつも言ってるけど、俺の理想の配信スタイルはチャンマンスタイルで、ガッチガチの固定機抱えてんのがか,かっこいいっていうタイプだから。 うん、若い人いたすみたくん。すみたくん俺、フォローしてるしてないでしょ、うん、フォローしてからだよ。おっさんに人気はね、結構嬉しいんだよね。なんでかっていうと、おっさんをずーっと見てくれるから、一回好きになったら。一回ね、ハマるとね、ずーっと応援してくれるの、おっさんは。うん。うん、中間ぐらいいや、若い方だろう。う20代で俺の放送を見てるっていうのは結構尖ってると思うよ。うん うん、フォローしてない。でも、放送あるために来てるよ。分かった。よっさんフォローして。今、うん。あの、フォローしてもらえると嬉しいんだよ。してる本当に、すみたくん、ごめん、本当に。すみたくん、いい子でも、ふわっち盛り上げてるの、まどうじゃね理屈っぽいけど。いや、俺、ふわっち好きだし、このサイト本当に盛り上げたいし、なんか、その、このサイト、本当に盛り上がってほしいと思ってるよ。大好きだよフワッチ、ふわっち。 で、俺は、本当にこれ言ってるんだけど、これ、あの、俺の希望じゃなくて、これ俺の予想ね。完全に読み。で、絶対当たるから。よっさんが来る、誰々が来るって全部予言当ててるでしょ。これみんな今嘘だと思うけど、絶対覚えておいて。2年以内にニコ生とキャス、超えるから。ふわっちは。間違いなく超える。これは、経営者。要は経営者としての目線で見ても、確実に正しい経営やってんのよ。これは絶対当たる。 でヨッさんが来たのが、それも確定のタイミングなのよ。あとはね、もうゆっくり待っててみ。ゆっくり待っててどころじゃないよ。もう、ニコノムから続々来てるでしょ。もう、この流れ止まんないよ。ふわつからも、あ、ツイキャスからも、ニコノムからも、ガンガン流れてくるから。でも、大戦国時代始まってるんだよ、今。うん。フォローありがとう。入場曲ね、ここで決めようと思ってたけど、めんどくさいから、うん、もう考えんのやめた。おー、ヨスヒコさんいらっしゃいよ。お疲れ様でーす。 若い女の子とかその人がおっさんになったら価値なくなって、どうなんだろうな俺はなんで年齢層が上なのが嬉しいかっていうと、正直戦略的にやってる部分はあるの。まず、第一条件として、あの、変、いや、変な話なんだけど、俺はこれで飯食っていきたいって思ったのよ。で、学生は正直、学生とかキッズ相手にしてると難しいっていうのはあったのよ。だから、 30代より上っていうのは決めてた。30代より上を狙う。そう。自分より年上の年齢ね。俺が配信始めるのは28だから。27か。27か。27だから、そこから30代より上に受けるトークっていうのをずっと意識してた。じゃないと食えないっていう。おーパフェプレゼントパフェ2つありがとうございます。 正直な話、新宿襲撃見たときなんだこいつって思ったけど、今では一スナーだ新宿襲撃ってなんだろう新宿襲撃見たときなんだこいつって思ったけど、今では一理っす。なんなんだろう新宿襲撃ってパルパルのことパルパルのことかなあれはね、結構ね、長い前振りがあったんだよ。もうね、1ヶ月ぐらいずっと言ってたんだよね。もうあったら絶対やっちゃうっていう。<laughs> もう腹渡にえくり返ってたから、パルパルに関しては。 <laughs> 多分新宿襲撃って多分そのことだと思うんだけど <laughs> ねあのなんでその10代の子とか相手にしてないかっていうと今30代の層が取れるとするじゃん俺が30の若手なのにそれより上の層取れるかっていうと 俺が年取っても若い人が全員年取るんだよ要はそこに向けてトークができるようになるっていう構成なのわかる要はキッズも飽きてくるのキッズも大人になってくるからだから彼らが俺の配信者の層に入れ替わってくじゃんわかるで今掴んでる層っていうのはずっと付き合ってくれるから10年20年って見てくれるから絶対わどーお前もおっさんになったなーって <laughs> お前ももう40かって言って おじいちゃんがコメント打ってくれるから。絶対。もうみんなおじいちゃんになるの。おっちゃんからおじいちゃんが、いやあ、もうワド頑張ってたよ、とか言って。コメント遅いの、レスが。スマホ使えないから。そうそう。そういうのがなんか、理想かななんかもう本当に。10年、20年ってやって、もうコメント欄に子さんみたいなのこびりついて、若手はまだそんな甘いよ、みたいな。お前、ロハコ受験知ってんのかよ、みたいな。 違うよ。橋本くん事件とか知らねえだろって。バカ俺はウサギから見てるよ。みたいなさ。<laughs> なんか、子さんがさ、なんか俺古いアピールみたいなのしてきたら俺は勝ちだと思ってるね。うん。いや別にパル何したってわけじゃないんだけど、なんかよくあるじゃん。その、パルの芸風なのかどうかなんかわかんないけど、俺彼のこと正直知らなかったんだよ。俺ニコ生出身でさ、キャスト配信者ほとんど知らないじゃん。話題に出さないでしょ。あの、正直わかんないんだよ、キャストの人が。 だから、彼が閲覧持ってるかもしんないけど、俺、パルパルっていう名前を聞いたことがなかったの。で、あの、ふわっちでも正直時間帯もかぶってないでしょ。俺、ほら、仕事とかしてるから、ほとんどリスナーやらないのよ。で、マジで知らなかったのね。で、まあ、リスナーからパルパルがどうのこうのって言われても、あ、ごめん、知らないわって見たこともないから、何も言えないみたいな感じだったのよ。そしたら、なんか、パルパルがディスってるぞ、みたいなハードが飛んできて、いや、別に言いたいこと言っていいよ。俺、知らないからっていう。 もうこ,こんな感じなのよ。いなしてるわけじゃなくて、知らないもんは知らないと。別に、閲覧持っているのが何だろうが、要はわ若い子でしょみたいな。若者に人気の子でしょっていう感覚なのよ。俺からしたら。わかるわかるみたいな。キャスの子ねみたいな。そしたら、まあ、それはそれでよかったんだけど、いや、ほっといて、みたいな感じで。そしたら、パルパルが本人がコメントしてきたのよ。で、それは俺、その、放送履歴とか見てるから間違いなく本話かなの。でも、ガンガン来るわけよ。なんか、 シャツのお前ディスってだろディスってねえよみたいなもう要は新宿で航路になってる感じでガンガン来んのよもう,うぜいうぜみたいな感じでもう消えろよみたいなうん興味ねえからみたいなでそしたらもう去り際になんか捨てジリフでもうなんか,なんかもうリスナーの人たちもう,うざいみたいになってたのよなんだこいつみたいにいきなり来た帰るみたいになってたのそりゃそうじゃんいきなり初見で来てさ で、許せなかったのが、なんでぶち切れたかっつうとさ、その俺のリスナーディスって帰ったんだよ、あいつ。そなんか、ここのリスナーもクズだな、みたいなコメント書いてったから、はぁとか思って、お前、それ配信者として一番ダメだろうと思って。そう。それで、ああ、もう見つけたらもう、ああ、もう、鉄拳制裁だわ、っつって。だって、俺さ、あの、俺のリスナーさんのおかげで飯食わせてもらってんの。で、あいつも配信者だったらわかるはずなんだよ。そう。 別にさ、配信者同士でさ、ディスり合うなんか、日商さん暗示だからさ、やれやれって感じだけど、知らねえ、ほっとけとかさ、いろいろあるかもしれないけど、人様のリスナーに対してケチつけんのはねえだろ、っつって。そう。そういう、そういう感じ。ふわふわさ因縁っていうのは。<coughs> パルパル中に行った時もっとがっつり言って欲しかった。いや、全然がっつだったよ。ふわっちは配信者が稼げることを前面に押し出してるから成功だね。うん、俺はそれすごいと思うよ。うん。 だから金稼ぐことはいいことなんだよっていう、そう、資本主義の原理をよく理解してるんだよね。そう。なんか、その、ニコ生とかキャスとか、金稼ぐことが悪いことだっていう変な暗黙のルールみたいな空気感とか出してたじゃん。違うんだよ。あの、o g l e とか正しいやり方で、まず稼げる人を作ってから最後の、その、コンテンツホルダーっていうのは稼ぎたいそうなの。この人たちを育てたりとか、 確保してから初めてユーザーに行くんだよ。だから、ふわっちがやってることっていうのは、俺は正しいっていうのは、その、ビジネスやってる人だったら、このやり方正しいっていう、この経営者が優秀だっていうのは絶対分かるはずなんだよ。だから、会社経営やってる人はね、ふわっちのやり方正しいの分かるはずだよ、これ。そうこのサイトは伸びるって絶対言うと思う。逆に言ったら伸びない要素がないんだよ。ただ、黎明期の頃は誤解があるから、その、入ってきた人によるのよ。例えば、その、一時深夜とが、 とかキャスの人がお小遣い稼ぎに来てたわけよ最初はそれでいいんだよ。だから、ああ、お小遣い稼ぐサイトで、かそってるサイトでしょって。今、流れ全然違うじゃん。そう。あの時やってた人っていうのは、すごい目がある人だよ。うん、あとは、その、大きな流れみたいなのがあるの。ムーブメントが起こる。そう。トレンドができるっていう流れがあるんだけど、それに全部乗っかってるんだよ、ふわっちって。 和道 <laughs> は悪い人じゃないんだよねリスク。理屈っぽいからな。自覚してるかな。それはね、もう子供の時から言われてるから、いや、口先八丁とかさ、いや、一言多いんだよな、とか、もう親とかにも言われてきてるから、もうこれは俺の性格なんだよ。だってさ、あの、理屈っぽくなくなったら俺は面白くないと思うよ。でしょなんだかんだ言って理屈っぽいところがさ、和道って分かってるじゃん。それでいいんだよ。200人がさ、俺の理屈聞いてくれた俺嬉しいよ。 だって俺これしかないんだもん。うん。理屈込ねなくなったら俺じゃないと思ってるから。あと、運営も使用料で稼ぐんじゃなくて、アイテムで稼ぐ方法を実践した方がうまい。そうだね。だから、その、会員の月額会費みたいなのはさ、囲い込んだらうまいビジネスなんだよ、あれって。なんでかっていうと、携帯電話で登録すると、ほったらかすから、月額勝手に、あ、何年も払ってたとか、使ってないのに3ヶ月払ってたとか、うまいじゃん。あと、バンになったからもう一個アカウント買わないととか。 でもね、そのやり方ってちょっと古いんだよね、やっぱ。うん。スケールフリーっていう、そのビジネスモデルがね、一番儲かるっていう。だガチャの理論なんだけど、その、昔はさ、スーパーファミコンとかって、12,800円とか、15,000円とか、16,000円で1個のゲームを売ってたの。すごい膨大な金をかけて。だから赤字を食らう可能性がでかかったのよ。だけど今っていうのは、すごい最高のゲームをただでばらまくの。 でなんでかっていうと、貧乏人に12,800円買わせるよりも、貧乏人も参加させて何百万人って囲い込んだら、その中に超億万長者がいるわけよ。で、超億万長者は勇者になれるよって言った方が良くない <laughs> お金持ちはギラギラの装備で最強で無双できるよってやった方が、要はガチャ回せる人あなた強くなれますよって言った方が、金が落ちるっていうのがよくわかってるから、最近の経営者は。それが今のトレンドなんだよ。 要はその、社会で成功して金があ,、まね、ある人っていうのは、時間がないわけよ。要は、その、なんつうの、実業があるわけだから。だから、その、時間を買いませんかってことなのね。時間売りなんだよ、これって。その理屈も潰れると、和道節って思えてくる、不思議。あ、な、なれるとね。そうだね、節まで進化させたら、俺は、うなちゃんマンってそれだと思うよ。要はね、うなちゃん、俺はまだそこまで進化できてないんだけど、 ワドっぽい語りみたいなの完成しないんだけど、うなちゃんはね、これに抑揚を加えてくんの。俺はうなに怒られたのが、おい、ワド、お前を一個だけアドバイスしてやるよ。喋りが早い。ダメ。って言われた。<laughs> 要はね、俺だったら、俺のテンポで言ったら、お前喋り早いんだよって。これじゃリスナー聞き取れねえからっていうのを、おい、 ダメだよわかるよああでこのね間が物資なんだよこのね緩急がめちゃめちゃうまいのうなちゃんマンって1個の話題のそのなんつうんだろう,こうなんつうんだろう早く喋ることもできるんだけどグッて間を作るのこれが一流 これはね、なかなかね、できないんだよね。これは10年のキャリアとかだよ。佐野のいいところ。だからやっぱりミスター雑談だと思うよ。うん。ミスター雑談。謝りたいことはね、あの、捨て頃の練習ずっとやってたんだけど <coughs>、ちょっと風邪ひいちゃってさ、あの、2日間ちょっと休ませて、みたいな。うん。確かにコメント打ってる間に次の話題になってて、みたいな。俺は違うんだよ。これニコ生の癖で。 全部ののコメントを拾ううっっていい癖がついちゃったのこれ俺のもう癖になってるからこれなかなか直んないんだけどうなちゃんマンはね要はこう喋りながら「いやちげえんだよ」って言いながら20個ぐらいコメント流すんだよ。でその20個流した中で面白いコメント拾うの。だからみんな拾ってもらいたくて打つっていう癖がついてるのよ。 俺は逆で、全部のコメント拾ってもらえるっていう安心感があるから、リスナーが待ちになるの。わかるだからコメントを打たせるのが下手なの、俺は。これが配信者として、あの、伸びないところなの。わかるわ <laughs> かるでしょ要は、その、全部拾うから、要は価値がないんだよ。拾ってもらいたいから、もっと打たなきゃっていうのがないの。うん。うなわかりやすい。ワードは難しい。 いや、あのね、難しく喋る癖がついてるんだと思う。要はね、これね、あの、マウンティングなんだよ。あの、難しく見せる技術みたいなのがあって、難しく見せた方が優位に立てると思ってたんだろうね、多分。それは俺の未熟さ,未熟さからきてて、それも癖になってるんだと思う。本当にすごい人って、やっぱ余裕があるし、 あの分かりやすくしゃべるんだよ俺は若かった頃にその喋りで食ってこうと思った時にいや若かったからなめられるわけじゃん。で年上相手にする時にあなたよりもそのできますよアピールがどうしても癖ついちゃってて俺はねこれ30代で取っていきたいと思ってんの。やっぱ本当に強い人とか本当にできてる人とか本当に成功してる人ってねやっぱその何だろうまったり喋るっていうか余裕があるんだよね。 俺はまだ余裕がないね。ガツガツしちゃってるっていうか。それはね、俺の弱さ。それは人間としての弱さだね。トークとかじゃない。金あるやつほど、えー、金できる解決策を見つけて時間を買う。鈍行の旅と新幹線や。あ、そう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 。ほんと、時間だけは買えないっていうのをお金持ちの人はよく分かってるから、時間を買いに行くよね。本当に。拾わなきゃええやん。だから拾っちゃうんだよ。<laughs> 癖なんだよ。 だ全部拾いたいじゃん。だってさ、みんなさ、拾ってもらいたいじゃん。俺だってコメント打ったら拾ってもらいたいもん。全部拾いたいよ。津川雅彦に似てる俺。津川雅彦結構好きなんだけど俺。めちゃめちゃイケメンだと思ってるけど。最初はそれでもいいけど、コメントが多くなった時に切り替えが必要なのかもしれません。俺ぶっちゃけた話、アクティブ30の時とアクティブ今200でしょ。コメント量変わらない。ほんと不思議なタイプの配信者なんだよ。 だからあのさ一番最初の頃やった1時間ぐらいの放送のやり方あるでしょあれは極端だけどもうコメント無視するっていう俺のやり方なの要はコメントを沸かせやすいっていうトークのスタイルなのねだからだけどネタっぽくなるんだよ俺の場合だからね極端なんだよ要はそのコメント無視して閲覧稼ぎつつコメントも沸かせるみたいなのはニコ生で覚えてるからやろうと思えばできるの だけどまあほどほどにしないとバカなやつだから痛いやつだから、まあ、そこだよな、うん、まったりは難しいかもね <laughs>、うん、今誰やってんだろうなんかあれだね今日放送大手が始めないねもうそろそろゴールデンタイムだから始まってもいいかなと思うんだけど <laughs> ワドウの顔アニメうなちゃんマン漫画俺アニメっぽいかなどうなんだろうあんまりアニメアニメしてるとは思わないけどなアニメっぽいよ俺の顔ど,どこがアニメっぽい でも、一番いい配信って、俺、リスナーさんとコミュニケーションが取れて、心通った時が一番いい配信だと思ってる。新しいフォロワーさん、よしさんフォローありがとう。より目で、ね、俺もともとより目だもん。元々寄より目よ。打ち写しって言うんだけど、目がね、こっち側がね、ずれてるんだよね。ちょっと待って。どっちが焦点なんだろう。 多分ねこっち側で見ててこっち側が内側に寄りすぎてるんだと思うんだよね。う,ん、そう女の子だとこれ可愛いんだけど疲れてくると寄ってくる。まったり。多分ゆっくり喋るようになったらね多分できると思う。でもね楽しい時って早口になるんだよ。楽しい時は早口だよ。似顔絵は描きやすいねってよく言われる。そう鼻高いし顎がないしそうおもなかでしょ。 で切れ長の一人で寄り目でしょ特徴がある顔なんだよね描きやすい顔だと思うよ <laughs>、はあ、でも津川雅彦には似てないと思うんだけど津川雅彦似てるかな言われたことないけどねでも津川雅彦いい俳優さんだったよね 亡くなっっちゃったもんね惜しいよな俺ね津川雅彦があのマルサの女2に出てるっていうのを知った時びっくりしたんだよえってこれ津川雅彦だったのみたいなおじいちゃんのイメージだったからああの中年の役だとかっこいいしモテるんだっていう2枚目なんだっていうのがよく分かってあ山ちゃんねあのちょっと風が悪化しちゃって <laughs> そうだね。人形みたいな顔だよね。だからそう、そ昔の日本人の顔だよね。だから、あの、年寄りにはすごいモテるよ。80代のおばあちゃんとかにはもうメロメロになる顔。いい男だねーって言われるよ。歌舞伎役者みたいだねーって言われる。おばあちゃんキラーだから。おばあちゃん世代の顔だとめちゃめちゃイケメンらしい、これは。なで方で。昔の日本人のイケメン。<laughs> ワンパンで両目食らう <laughs> 目が近いから <laughs>。いや、じゃあ、和道の顔コンテストやってみるみんながパソコンで書いた和道の顔をツイッターで募集してやろうか、今度。はいカニパンいらっしゃい、こんばんは。俺はそうだね。うん、熟女好き。熟女好きっていうか、年上が好きですね。な、うんでかわかんないけど、統計を取ったら年上ばっかりだったっていう。 気になる人が、うん、<laughs> <laughs> <laughs> 休むと次の練習が辛くなるそうなんだよねあの本当は続けないといけないんだけどさすがにね あのんちゃんが風邪ひいたって言って熱出てて、あ、俺風邪ひいてたんだって、俺のが写ってたの分かったから、もう症状が一緒だったの。で、前回も呼吸がもうできないのよ。だからスタメン、本当はね、3分3ラウンド戦えるはずなのに、なんでだと思って。うん。言い訳じゃないけどね、あの、それくらいは練習やってるつもりなんだよ。だから普通に体調が戻ってないから、次の日曜日のために、あの、体調戻しますと、僕。 二日だけ休ませてやむじゃん <laughs> 別にそれでみんなが納得できない今日やれっつーんだったらやるけどあんまりいい結果にならないと思うんだよね俺みんながやれって言うんだったらやるよ今から走るよ俺ただそのなんか悪化しそうな気がする正直 <laughs> 昨日も2時間縄跳びやったじゃん全然そこは苦じゃないよ 練習好きだし縄跳びは嫌いだけど <laughs> 縄跳び正直嫌だけどなんか練習がね苦痛とかサボろうみたいなのはあんまりないんだよ自分の中でなんか練習はねなんかやっぱ確実になんか良くなっていくから正しい練習やったら。 シフォンっつうのはシフォンだよね。<laughs> 絶対それはあると思うよ。ていうかさ俺思ったんだけどフワッチ昼間穴でしょ。昼休憩とか枠見てるけど見る配信ないでしょ。なんでこれあの昼間配信やる人いないのこれ閲覧ごっそり持ってけるよ。 家でね今日はストレッチと筋トレやろうと思ってる。あの、有酸素運動じゃないやつ。ゆっくりお風呂入って体ほぐすのと、あと、上半身、もう自重トレーニングだなと思ってるから、腕立てとかさ、あんまりその肺に負担かからないやつやろうかなと思って。まあ、ダンベルでもいいし。ダンベルより多分自重の方が強くなるんじゃないかなとか思ってるから、自重スクワットとかさ。<laughs> 世間一般ではお仕事いや、でも、ほら、ふあの、放送ってもともと主婦とかさ、あと水商売の人とか、要は昼間寝,寝るタイミングの人とかもいるから、だから、実はね、昼間いい配信やる人がいたらガーって集まるんだよ。だからね、ふわっちね、昼間ガラガラだから、誰か隙間パーンって入っていったらいい配信したら、ごっそりリスナーさんもらえるよ、これ。ね。だから、どれ昼間食堂とかやればいいのにね。 ドレさん夕方にやったら絶対ブレイクするもんねこの前すごかったじゃん閲覧250とかなったでしょドルさん昨日かねあのなんか深夜の時間帯ってそのリスナーさん撮りづらいからさもっとゴールデンタイムやったら絶対伸びるのにもったいないよなと思ってドれさんトーク力あるからね面白いしでしかも今旬じゃんドれさんイケメンだしさもったいないよね あれでもさそのなんかその、何時から自分は今やった方がいいなとかさ、その誰が終わった後やった方がいいなとかさ、それ経験則じゃん。その,なんかその辺の勘みたいなその釣りタイトルがどうとかさいろんななんか技があるんだけどその配信ってそのコメント煽りとかさ、そういうのってなんかあの後天的に身につけていくもんだもんね。うん <laughs> 俺でもドレさん普通にいいポジション行くと思うよすげえ配信者としてなんかドレさんしちゃってる人めちゃめちゃ多いから、うん、ドレさん嫌いって噂聞いたことないもんな、うん、ドレさんの魅力がどんどん増してると思う 1>, 1リットルくらいのペットボトルを水に入れてそのペットボトルを持って垂直に持つのそれを30秒から1分垂直上にってことで15秒休ませるこういうことんどういうことこう垂直ってこう縦横縦かな横かな1リットルくらいのペットボトルだからほうほう。う、はあはあ、ん縦こういうこと これでこ,こう垂直ってこうかなこうかな30秒から1分それで15秒休んでまたやるこれを5セットほう結構効きそう体幹トレーニングっていうんだ、うん なんか体幹が弱いとか体幹が良くなってきたって言われるけど体幹が未だになんとか俺よく分かってない <laughs> ストレートあこうかこういうことかはいはいこれねこれで1分30秒から1分で15秒休ませてこれを5セットだなるほどなるほどほ肘おかしくならないかな大丈夫かな 横とストレートこっちとこっちだ、うん、なるほど肩肩回りがつくのかなまあ1キロぐらいだったら大丈夫か <coughs> 無理しなくてもいいのにあのさもう言わせないでよ もうさ、みんなわかってると思うけど、もう言わせないでよ。あのさ、リスワン取りてんだよ。もうわかってんだろ。あのさ、もう下心見え見えなんだよ。言わせるなよ、恥ずかしいから。もういい加減、もう取りてんだよ。リスワンを。取らせてくれよ、もうそろそろ。もう限界なんだよ。俺、今月5回2位だよ。5回取りこぼしてんだよ。もういいでしょ、今日取って。もう。 嫌なんだよ。撮りてんだよ。うん。つらいんだよ。記者会見行くときまでにリスワン撮れなかったら恥ずかしいんだわ。いい加減にプロ名乗ってて配信者として。もう言わせないでくれ。今日撮らせてくれ。<laughs> これを。こんな恥ずかしいタイトルまでさせてさ。<laughs> 2位じゃダメだよ。1位じゃダメだよ。うん。5回だよ。もうさすがにへこむわ。昨日も2位、その前も2位。 今日は取りに行ってるんですよ。OK? そうトークめっちゃ頑張ってるでしょ。手抜きなしでしょ。そうなんだよ。2位。うん、お秘密基地さんどうもどうもいや、どれさんにお世話になってるの僕の方です。とんでもないです。何をおっしゃいますか。秘密基地さん、ありがとうございます。花火。ありがとうございます。そうなんだよ。まぁ、あ、うなちゃんマン、え日曜日はうなちゃんマンに負けたでしょ 昨日はテレチャンオンに負けたでしょその前ジャガイモ王子に負けたでしょもうあと2回覚えてねえわ。そう。バンダ・レイシューバーじゃなくて誰だっけレイセポーじゃなくて何だっけえっ、ー、と、ジェロムレ・バンダか。<laughs> 無観の帝王状態だ。そう。さす、え、ウナもツイートしてた嘘え、それ知らないんだけど。なんでツイートしてたえ、それ知らねえわ。 なんて、佐野。佐野ちゃんも。えぇ、ー、そんなことあったんだ。えー、っと。えと、ー、それいつぐらいなんていうツイートうん。え、ツイートしてなくない別に。え、うなのツイートって別になんもないけど。どこだろう え何も何もツイート見つかんないけど <laughs> 何のことだろう さすがにでも今何時だ18時3時間回ったところかいつもヘッドホンで何聞いてんだろうこいつ怪しいこれ自分の声聞いてんのモニターっていうやつだね要はその声声が要はあの普通に喋ってるとリスナーさんの側に届く声っていうのは聞こえないじゃんだラジオと同じでマイクで機械を通して要はリスナーさんと同じ音が聞こえてる状態にしてんの そうすると例えば「ああっ」て言ってる時にはエコーがかかってるからその分かるんだよ音楽をこう絞るとかここ音楽消えてるの、ね、そう、音楽だけにするとかそうこれができるとそのなんつうんだろういろ,いろその音遊びができるから、うん、楽なんだよ正直言うと。<laughs> ていうかさ、青山がデイリーランキング1位って、青山なんかあったの ?28 万ももらってんだステレオミキサーじゃないよ、俺が使ってんの。あの、オーディオインターフェースだね。これなんだけど、ヤマハって言って、あの、外付けオーディオインターフェース。メインはオーディオインターフェースなんだけど、それにミキサーが内蔵さ、ミ,ミキサーとオーディオインターフェースのミックスみたいな。 これ全部コントロールしてる。音の環境はここ。だからその、パソコンの中にマシンを入れてるんじゃなくて、パソコンの中に仮想の捨てみき入れちゃうと、機械の中で仮想で作るからノイズが入るんですよ、絶対。これいくらだろう ?1 万7千円ぐらいかな。だけど、外部に置くことによって、パソコンのノイズが影響されにくくなるのね。だから音質はかなり他の配信者に比べていいはず。あ、あ、あ、あ。 声、すごくいいでしょ多分ねあのイケボってイケボって作りやすいんだよみんな騙されてるでしょああああああのマイクの出力上げて極端に低い声で喋ると、るとイケボになるんですよあれはもう完全に作った声だね <laughs> だからイケボ系配信者ってそのテクニカルなのがバレないように画面使う人が多い、うん マイクが極端に寄りすぎだろうとか全部バレるからねまあそれもテクニックだよね芸風だからなイケボ作れるよだから何つうんだろう音楽をまったりさせてなんかこうええー、ああダメちょっとエコーが効きすぎだけどああなんとかいらっしゃいみたいなああそうなんだみたいなちょっとねかすれ声でボソボソ喋るっていうあの これはね、俳優さんがよく使う手なんだよ。俳優さんとかが、あの、バラエティとか出たり、インタビュー系に出ると、すっごいまったり、ボソボソ喋るでしょ。えー、っと、今回の役作りは、とか、こういう感じで喋るでしょ。これはね、実はテクニックなんだよ、彼ら。そう。あの、いい雰囲気の声っていう。で意外と声って重要だから、 声って生理的に好きか生理的に嫌いか思いっきり出るんだよ。顔とかとレベルが違うぐらい出るから、声質が合わないとチャンネル変わっちゃうぐらいだから。そう。あの、女の人に支持される声みたいなのあるんだよ。低い音ね。女の人が出せない声の音。あ、俺、声高すぎるんだよね。抜けが良すぎる。これはコンプレックスだね。 配信者としては声はあんまり良くない。ワ <laughs> ボってなんだろうワボって何ワボって。かわいい声。あやってみようか、じゃあ今、今、うん。ピッチ。ああ、いや、作れないね、これは。かわいいボイスとか、例えばなんだけど、今音聞こえてるのかな

極端になんか変な音ああああああ極端に低い音とか。えーっと、ちょっと待ってね。ちょっと設定が難しいな。設定を、これをこうして。<laughs> ちょっと待ってね。ああ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 低い音をね、上げるとすごく良くなったりするから。ああ ちょっと待ってねどこだルートケインフィードバックこっちかあっああれ今ちょっとごめん壊れて聞かないな聞いてんのかこれうーんとね作れるっちゃ作れるけどそれ専用の機械ではなくて音を整える機械って感じかな匿名係長さん花火ありがとうございます ちょっとね、特殊な機械なんですよ、これ。あの、環境音のノイズとかを減らしたりとか、そういうのに向いてると思ってください。声をつくのは、ボイスチェンジャーっていうのが、エフェクターなんだよ。エフェクターとしての機能は、あんまりない。これは、あの、この、オーディオインターフェースの中のやつ。僕とリアルで対慢してください。ごめんなさい、お断りします。申し訳ないです。お断りします。すいません。 絶対嫌です。<laughs> 知らない人と喧嘩するのは絶対嫌です。うんちくがうざいの。どうしてですかえっ、ー、と、犯罪だからです。はい、犯罪だからです。あと、喧嘩弱いんで嫌です。はい。<laughs> うん、全然。 まああの声に特化させる人はこういうのを買った方がいいかもしんないね <laughs> 格闘技やってるっていうか習ってますね今格闘技の経験がないんで今習ってる感じですよ いや嫌です嫌です全然僕は試合のためにあの格闘技を習ってるんで <laughs> あの喧嘩が強くなるために格闘技を習ってるわけじゃないんではい <laughs> 申し訳ないがお断りします、うん 和道の髪ってエロい。いや、ただのデコッパでしょ。エロくはないでしょ。<laughs> はい、申し訳ないですけど。<laughs> 他の人に聞いてみてください。あの、タイマー貼ってくださいっていうのは。申し訳ない。うん ヒゲか髪じゃないか。ヒゲか。ヒゲはね、ここまで生えるよ、俺。うなちゃんマンってやつにも嫌だって言われた。うん、例えばなんですけど、やりまんが好き、経験人数50位、50くらいさんが、うんな、なぜタイマンを張りたいんですかその、うなちゃんマンとか僕と。その、喧嘩をするのって、 普通、嫌いだから喧嘩するわけじゃんで、僕、あなたのこと会ったこともないし、知らない人なわけですよ。喧嘩する理由がないじゃないですか。うなちゃんマンも僕も。殴る理由がないんですよ。アドウとスパーやりたい。あ、日曜日、最後のスパーあるから、日曜日、もし会ったら、あの、ご招待しますよ。DM ください。スパーリングや,るやりたいなら。ふふ。 マリファナ大好きって書いちゃってるからな。逮捕されちゃうよ。マリファナ大好きっていう。なんとなく。うーん。スパーリングじゃあやってみますじゃあ。やり漫画好きさん。スパーリングならいいですよ。喧嘩はやる気はないですけど、あの、ちゃんとルールにのっとって、グローブつけて、ルール守ってっていうので、スパーリングをするのであれば、あの、 いいですよどうですかやりますかやりまんが好きさん。ただ喧嘩じゃないよ、うん。スパーリングで練習として怪我しても責任取れないですよお互い。でちゃんと3分1ラウンドっていうルールがあって礼儀を守って、えー、と練習として僕とできるのであればどうですか、うん いや、そこはちゃんと言わないダメでしょ。うん、喧嘩がしたい、タイマ張りましょうで、ね、大人が買ってやるよじゃダメでしょ。うんうん、どうですかそれであればご招待しますよ。うん、いや、いいんじゃないの別にネタでもなんでも。やりたいっていうのであれば。うん あれコメントがなくなったなうんまあいいか山ちゃん来ます一回もう次の日曜日にやるのがラストになりますけどスパーリングはリスナーさんとリアとであのスパーリングあのやる機会多分最後になると思うんですよ、うん、<laughs> やります山ちゃんさん あれ止まった見れてる映像来てるあれ止まったなんだろう見れてるあれ映ってるよなあ見れてるか。 なんで編集がなくなったんだろう見れてるよ、オッケー多分、他の人に喧嘩売りに行った。 でもやろうよっていう人いないと思うよ多分僕、うん、ちゃんずっと練習してないからまず3分待つかな本当はすごくやりたいね北海道んか行けなんだよ <laughs> 北海道じゃ絶対無理じゃん、うん、ああ全然いいっすよ全然いいっすようんうんうん <laughs> 3分本当にその格闘技やってると3分の辛さ分かりますよね本当に俺も3分 とか全然ね、1ラウンドぐらい余裕だろうと思ってたら、シャドウボクシング1分もできなくて笑ったもん、本当に。で、今度3分動けるようになったら、シャドウも、よし、俺戦えるぜ、1ラウンドと思ったら、相手がさ、退治した瞬間に3倍ぐらい体力減って、また1分しか持たないとかさ、ほんと1ラウンド分殴り合うってどんだけ大変なんだって思うよね。ましてや、試合本番だとさらに3倍疲れるわけぞ。 経験したことないからさまあ相手もそうだと思うけどテルもすごい世界だよね本当にうん、うん、スパーリングは次の日曜日で終わりですね、うん、放送でアドバイスはいらない <laughs> 気が散るスパーリング中コメント読めないし練習中のアドバイスは嫌だ俺ミ <laughs> ッド打ちも時間長く感じるよねミッド打ちとかも全部の練習長く感じますねやっぱり特にその相手の正面に立つな何でか知んないけど練習の3倍本当に3倍体力持ってかれて何なんだろうと思って緊張なのかな体が硬いのかな あれは何なんだろうな。すっごい体力の減りが。うん、多分体が硬くて余計な動きいっぱいしてるんだろうな。うん、本当にリラックスリラックスっていうのは、その、本当、まあ宮本武蔵。白く、ああ、これメガどう入ってるよ。ほら。歪んでるでしょ。入ってるよ。どう歪むでしょ。 だだからぼやけるんだよ、ね、裸眼は <laughs> いやコンタクトはつけないですねそのままいけます普通の人が経験しないようなことができるからうらやましいわそれは本当に本当に恵まれてるなと思っててなんかね本当に 工業でさ、お金払ったお客さんがいるね、リングに立つなんて、普通できないから、いい経験だなぁと思って。そりゃ、ほんとラッキーだなぁと思ってるよ。まあでもね、一生の恥になるかもしんないからね。負けた方は一生言われんだよ。勝った方はね、すぐ忘れられるから。<laughs> ああ、まあ、大したことないっしちゃうみたい。ユきさん、ありがとうコメント。嬉しいです。うん モグリンフォローしてください、ぜひ、うん。フォローしてもらえるとめっちゃ嬉しいんで。 肺がめちゃめちゃなんか咳悪化してるよなちょっとな負けたらネタにするけど本人の悔しさは一生拭えないと思うよ、うん、ネタだよって言って笑うけど毎日寝れない日が続くんだよ勝ちてえよ、うん、ネタにするほど強くないよ、うん、みんなそうでしょ 男の子だったら喧嘩で負けた日に寝れなかったでしょ。まあ、今回は喧嘩じゃないけどさ、スポーツだけどさ。実際強い人とスパーしたことなければわからない世界、和道さんすごいと思うよ。いや、だって俺も見てて、例えばだけど、その俺がもしリスナーで俺みたいな戦い方したら、うわぁ、なんだあいつ蹴り一発で倒れてヘタレだなとか打つし。 なんか、え、あんなジャブで倒れんの、もう根性なさすぎとか、うわ、スタミナ切れてるよとか言うもん。うん。負けるのはやっぱ嫌ですよ、男の子だから。うん。それはみんなそうだよ。本音は負けたくないよ。みんなそうでしょ。あ、フォローせんしてる。ありがとう、ゆきさん。それはそうだよ。うん。でもさ、その、やってみないとわかんないよ、本当に。 何事もそうだけどさ、うん。やってみないと分かんない。痛えから、本当に。あ,あ、そっか、タバコ控えようね。うん。勝った相手はおめでとうコメント2、3日続けばいいほどで。いや、1日だと思うよ。その日の晩がわーって湧くだけで、花火ボンボン多分くれてご周期で。勝ったらね、多分みんな優しいからね、おめでとう、おめでとうっつって花火ラッシュ来て。 で、よかったよって言うけど、次の日にはもう、ちょっとコメントがあるぐらい、勝ったのみたいな。おおめでとうみたいな感じで。そうそうそう。で、負けた方はずーっとネチネチ言われるんだよ。ずーっと言われるの、うんの。永遠と言われるよ。もうそれこそ、もう、だって、ずーっと言われるんだよ。嫌じゃん。それはさ、ネタ、ネタだと思って、その自虐的なことをやった場合は、 配信的にはハマったって思うわけよ。要は、その、なんつうの。ああ、まあ引っかかったな、みたいな。釣られてるぜ、っていうさ、してやったりな感じがあるじゃん。要はネタがハマったみたいな。自虐ネタが効いたみたいなさ。だけど、そうじゃない。狙ってやってるわけじゃないじゃん。狙って負けに行くやつなんかいないんだよ。そう。勝ちたいのに負けた時はもうトラウマですよ、本当に。うん。それを配信で作りたくない。今回だけは。 俺は勝ちたいこの試合はトイレ行ってきます <music> ờ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  ガチはつらいよ。ガチは引きずるっしょ。だけどね、ガチになればなるほどね、負けたくないってなるから、お互い競い合うじゃん。絶対負けたくないって。それが一番いい試合になると思うけどね。うん、恐怖は絶対あるから。テルちンんぴンも絶対怖いはずだし、うん。どんなに強い人でも怖いはずだから。 俺、ドレさんでも怖いと思うよ、やっぱり。うん。ドレさんぐらい強い人でも怖いんじゃないかなって想像してる。うん、だって、ドレさんのプレッシャー、もう絶対勝つでしょってね、言われるレベルじゃん。格闘技何十年もやってて。もう絶対負けられないわけじゃん。相当プレッシャーだと思うよ。うん。勝って当たり前、ま、ドレさんの相手はだってキックボクサーだよ。うん。それこそもうずっとやってる人だよ。 だからさ、ドレさんとみやびさんなんかもうプライドとプライドのぶつかり合いだと思うよ、正直。あの、格闘技やってるっていう。だから、もうすご、プレッシャーものすごいと思ってる。俺らはさ、なんだかんだ言い訳、言い訳が職業みたいなところあるじゃん、正直。うん。でしょ配信者ってさ、言い訳するのうまいから。うん。そう。 だけど言い訳聞かないでしょ本当にどれさん猛練習してるでしょ見ててわかるもんその中でね時間割いてもらってるからねすごいありがたいようんすごいよね 一方、暗黒さんも不倫でいつまでもいじられてるの見てると美味しいけど、本音は子供もいるし、辛いこともあると思う <laughs>。いやいや、俺の日曜日のトレーニングバックその <laughs>。まあいいや、やめとこう <laughs>。やめとこう <laughs>。ドレスさんの相手強いよ。てか、まあ、あの、強いか弱いかよりも前提として怖いがあるからさ、絶対。うん 絶対怖いがあるから <laughs>、うん、多分強い人ほど怖さを知ってると思うよ、うんうん、ましてやね相手を殺せるパンチ持ってるわけだからね確実に殺せるパンチ持ってるわけでしょ まあね、試合で死んだとかあんま聞いたことないから死にはしないと思うけど。うん。いや、もう全部だと思うよ。俺、ドレさんはもうマジでかけてるの伝わってくるもん。うん、俺、ドレさん好きなんだよね。そういうの。ドレさんは傭兵どころじゃないよ。元 FBI で。ああ、でもこれあんま言ったらな、ドレさん怒るかもしんないからな。ドレさんはもともと、 FBI の経験もあるし、もう戦場なんて3カ所どころじゃないのよ、もう。7カ所ぐらい戦場に行ってるし、一番すごい時は、もうほら、この前配信で英語ベラベラだったでしょ。某国の要人やってたのよ。SP もやってたぐらいの。そう。だからもうすごいですよ、本当に。うん。いや、いえ、ネタじゃないよ、本当に。だってもう7カ国語喋れるからね、どれさん。7カ国語喋れて、 でも,もうん当に <laughs> CIA もやったし FBI もやったしモサード全部経験してるから飛行をついて殺すからねドレさんクラスのようなのズブって言ってお前の命はあと3秒 <laughs> <laughs> ドレさん優しいよめちゃくちゃいや休みたいよ <laughs> そこで休んで何回リスワン取り逃したんだよ。油断なんかできねえよ、もう勝ち格だなと思った瞬間、うなちゃんマンがさ、いやよーっつって、いやまあ、配信つってもバカお前よーっつってさ、<laughs> リスワン9000人とか言って、意味わかんないでしょ。なんだこれと思って。今日確実に取れると思ったら、うなちゃんマンに一瞬でかっさら,かっさらわれる気持ちになってみろよ。 うん、心折れるんだぜ。だってさ、もう17時間ぐらいずっと、ふわっちのランキング見張ってて、今日は勝てる、今日は勝てる、今日は勝てるって言って、ラスト2時間ぐらいで、ああ、もうダメだってなんだよ。<laughs> 怒られてしまう。<laughs> 黄色い鳥さんいらっしゃいわ、ワドツどれさん何者なんだろうね。俺、本当に、あの、聞きづらい。俺、結構、ズケズケ聞く方なんだよ。 仕事何やってんすかとかほんと謎どれさん面白いよ聞きづらいしねなんか変に何、うん、何をやって生活してんのかとかさ元何をやってたのかとかさもう全く分かんないもん、うん、いやねちょっと体調崩しちゃってなつさん、うん、ちょっと今日練習2日休もうかなと思ってそう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 視聴者数 閲覧数だけでバチバチに殴り合うのアイテム数じゃなくて。えー、トラゼさん、はじめまして。コメントありがとうございます。よろしくお願いします。<laughs> <coughs> ドレさん、謎だよな焦るよん。焦りは禁物。そうだね。<laughs> ちょっと、あの、体直します。いや、リングネームも聞いたことない。もう、あんまりね、ドレさん聞きづらいオーラがあるんだよ、ちょっと。 うん、な,なんつうんだろう聞きづらいんだよね。どれさんテレビのドキュメンタリーの記者のような喋り方が好きかな。俺、あド,ドキュメンタリーってなんだろうな。どれさんいいんだよね。俺ね、ほんとね、あの、うん、わかる。どれさんはいいよ。寝配信、寝,寝,寝ながら配信するとき超いいんだけど。 なんかね、ドれさん結構熱い人だから、か配信聞いてて、すごい甘いトーンでさ、眠り誘ってくるんだけど、急に火つくんだよ、セルフで。<laughs> なんか急に涙ぐんだりとか、なんかね、30分の枠の中で結構なんかヒートアップしてくるの、自分で、こうメラメラ。あら、ダメだよ、みたいに。あれは良くねえよ、みたいになってきて。そう、あれが面白いんだよね。コメント打ちたくなるんだよね。渋いんだよね、そうそう。 最初のトーマンまったりさ、おー誰々さんいらっしゃい、みたいなトーンなのに。<laughs> なんかね、評論、<laughs> 評論っぽくなってくるとね、どんどん熱が入っていって、そう、面白いんだよね。どれさん熱が入った方が面白いよね。あ、熱血オ父なんだよね、意外と。そう、クレバー、クレバーっぽいキャラなのかなと思ったらね。なんかね、ガン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 なんか熱くなってくる。うん。面白いよね。 うん、あお父さんバガーありがとうございますバガーザース、うん、そうでドレさんちょっとなんかモテないキャラみたいなの作るじゃんわかるなんか俺だってよーモテ亭しよーみたいなこと言うじゃんで俺のんたんに言ったのよ帰り2人っきりになった時にいや「ドレさんめちゃめちゃかっこいいじゃん」つってで女の人ほっとくはずないじゃんって。 あんなんで女モテないとか俺も女欲しいみたいなこと言うのかなつったらのんたんの一言が「本当にモテる男はああいう風に言うんだよ」モテないわけないでしょワドさん」って言われてはっ <laughs> 傷ついたのんたんの一言に傷ついたモテる男の気持ちがわからないっていうモテる男は逆にモテないふりするんだと思ってぐぬぬってなったよ、ね ワドさん、モテるに決まってるでしょつって。<laughs> かっこよくてスポーツできて <laughs>、喋りもできて優しいんだよって。ワドさん、あれ真に受けてたのつって。本当にモテる男はね、モテないふりするの分からないのって言われてね、グってなった <laughs>、うん。ちょっとね、のんたんに刺されたね、後ろから。うん、そう、アスペだ。<laughs> 聞いたよ。ノンタンのパンチが一番効いたよ。 長州っぽい時あんの <laughs> それ見てみたいなオープニング動画のオープニングの曲なんて曲トレーニング動画の。ああ、ごめん、俺わかんない。あれはね、匠さんじゃないとわかんないわ。ごめんなさい、トロズさん。あの、ドゥグドゥグデードゥグドゥグドゥーみたいなやつでしょ、ギタの。多分ね、フリー音源引っ張ってきたんだよ、商標利用可能の。あれはね、俺がチョイスしてるわけじゃないからわかんないっすね。でも、ドレスさんって経済的な部分が不透明すぎて、女の人とし寄りにくいと思う。あのね、あのね <laughs>、 ドレさんね、あの、俺、その、リアルのプライベートで会ったことあるから分かるんだけど、着てる身なりとか綺麗なんだよ。すごい。で、綺麗っていうか、高級なの着てるんだよ。服の素材とかで分かるの。で、トレーニングのスーツっていうか、普段のウォームとかでおしゃれなの分かるじゃん。あれで貧乏は絶対ありえない。そう。で、俺はノンタンと二人で、あれは権利収入持ってるなっていう結論。要は、なんかその、 もう働かなくても、ある程度、その、回るんだよ。多分。なんか若い時に作ってる何かがあるはず。じゃないと、六本木で、あんな家賃高いところで住めないよ。うん。だからね、あの、隠してるんだよ。ノある高は爪がある。爪を隠すんだよ。絶対ね、あの、なんだろ、成功してる人だよ、あの人は。うん。トレスさん、若いの狙いすぎっていうかね、 いやあれもキャラだと思ってんだよね。俺ねだからねドレさんね結構ねトリックスターっていうかねあの結構いろいろなんかもうわかんない本当にだってさそのなんつうんだろうモテないはずないのにそうもなんか俺だってモテたいみたいなこと言ったりとかさわけわかんないじゃん。うん、そうドレさん六本木に住んでるかどうかわかんないけど六本木から自転車で通ってるから六本木に住んでるだろうっていう判断ね。 赤坂かもしれないし、近場で言ったら。まあ、あの辺に住んでんじゃないだってさ、埼玉からさ、集合にチャリンコで来ないでしょ。いつもチャリンコで、おー、あのお待たせーって言ってくるんだからさ、埼玉とか、越谷から来たとか絶対ないでしょ。下 <laughs> 高ではないんだよ、多分。うん、なんか、その、見栄張るのが多分嫌いな人なんじゃないわかんないけど。まあ、多分、その、六本木界隈じゃないのかな。 あ、わかる。わ <laughs> かる。外人さんと結婚しそうな感じだよね。わかる。すげえわかる。ネオファーさんいらっしゃい。こんばんは。わかんないよ。これ完全に俺の憶測で全部話してるから、うん、俺とノンタンの妄想を語ってるだけだから。うん、とりあえずモテる。<laughs> そして権利収入は持っているっていう。うん、そう。わ、うん、かるな。なんか、外人、外人の奥さんがい、いそうな感じはするよね。 都会の真ん中だろうね月島で歩いて行った初岸が圏内か。まあでも、なんか、その、あの、若い時、遊び慣れてる感じはするよね。その、なんつうの。遊び慣れてるっつうのは、その、チャラチャラしてるとかじゃなくて、その、イケイケ、イケイケな世代じゃん。そうそう。外人の子で、だってさ、いきなりさ、 コンビニから出てきたさ、ヒゲモザの外人さんに、おーみたいな感じでさ、いきなりさで、なんとかなんとかみたいな感じでハグしてさ、え、なにこれとか思って、<laughs> なんかペラ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 二人で話しながらさ、でそしたら、ワードごめん、帰り、あの、知り合いのバー寄ってこうぜ、配信いいから、とか言って、なんだこれとか思ったら、なんか、外人がおーみたいな感じで、なんか書類とか、なんか契約書とか出し始めて、 で、なんか、これはこうだよ、みたいな。大丈夫だよ、みたいな感じでお。助かったよ、みたいな。お前のおかげだよ、みたいな。なんだこれもう全然わかんねえとか思って。な、なんだこの外人とのコネクションみたいな。謎が余計深まったよね。だから俺はやっぱ FBI 説とか傭兵説をしていきたいよね。うん。100キロ超えのおデブちゃんとセックスするためにヨガを習った。何それ俺その話聞きたいんだけど。 あ、そうだね。港区系男子ですよ。そう、まさに。うん、港区系のオーラだよね。そう。わかる。うん。だから、まあ、ドレさんはこれからだから引き出し開けてくんじゃないのそこら辺は。うん。俺はそれは、一リスナーとして楽しみにしてるよね。出すかどうかわかんないけどね。うん。<laughs> <laughs> 田舎は東北何なんだろうねあのリンゴも。あのリンゴはよくわかんないんだよね <laughs>。気になるよねちょっとね <laughs>。あと、右の棚、画面のこの辺にあるなんか DVD のやつあるの。あれもな、DVD のコレクション何なんだろうとか、いろいろ気になるんだよね <laughs>。でも、俺は注目したのは、ドレさんの椅子なんですよ。あの、 俺、六本木の、その、家賃とか、六本木で、その、うろちょろしてた時あるから、あの辺の、なんつうの、マンションの高さ知ってるの超狭い。3.5畳のワンルームが、16万とかするんだよ、あの辺って。本当に激狭。ベッド1個しか置けない。この部屋の半分ぐらいなんだよ。それで、本当に16万とかするのね。化け物じゃん。本当にそういう値段なんだよ、六本木って。だから、 多分ドルさんがもし六本木だとしたらだよ、仮に。あそこはもうあの部屋のサイズでも十何万超えだし。そう。で、椅子がね、チョイスがいいんだよ。ちょっと。あのね、普通のチェアじゃないんだよね。うん。FBI はネタだけど用心棒をようやってたらしいね。あー、バウンサーだったのかなバウンサーやるかなどうなんだろうな。うーん。 俺バウンサーはやらないと思うよ。うん、ドレさんはバウンサーはやらないと思うな。どうなんだろうね。なんか面白いね、こうやって。人のことを詮索するの。<laughs> どうなんだろうね。でもやっぱみんな気になってるんだね。だってドレさんリスナーも気になってるじゃん。ドレさんリスナーもコメント打ってるじゃん。でもみんな聞きづらいんでしょ、やっぱり。間取りはもっと広そう。いや、ない。 あの、リンゴは置かない。だからあれは住んでる部屋なんだよ。えぐいよ、六本木。うん、あ今の時価かどうか分かんないけどね。そう。ね本当に六本木に住んでるかどうかも分かんないんだから。うん、だって、自転車で赤坂とかもすぐ近くだし、あの辺は。<coughs> 東京もさ、その、5分自転車で走ったらもう、なんかエリアが変わるから。赤坂、六本木なんかもう5分走って、もう変わるぐらいだから。 新宿から渋谷もすぐでしょ中野もすぐじゃん。そう。なんかね、東京って超でかい街だと思ってる人いるけど、全然違うんだよ。23区って激狭なんだよ。だって簡単に言うとさ、あの、山手線一周企画やったじゃん。あれ17時間で歩けちゃうぐらいなんだもん。えー、僕、20年前に六本木住んでた時、三畳尺で14万だった。ああ、やっぱそうっすよね。 高いのもびっくりしたけどこんな狭さの部屋が成立してる東京の怖さ超狭いっすよねだから合ってますよね多分ナマズさん僕言ってるのその3.5畳で16万とか本当にそのレベルもうびっくりするぐらい狭くて超高いみたいな超狭もう本当に超狭いよベッド1個ボンと置いてなんか無理やりなんかもう,もうこうやってキッチン行くみたいななんかこんな部屋でみたいなすごいよなんか階段だろこれみたいな 腰かがんで生活するみたいな。ぴょんぴょん揺れるマイクを誰も突っ込まないのはルールの。いや、俺、昨日突っ込んだよ。ドレさんって、マイクそれいいっすねって言って。でも明らかに音質変わってないの。なんかみんな、音質良くなったみたいなコメントあったんだけど、もう俺、もう配信者だからすぐわかんの。こうやってマイク超いいやつ作ってるとに、明らかにここで音拾ってないのよ。ピンマイクってこうやって音が変わるのわかるでしょこうやって近づけるとこうなるし。こうなるんだよ、触ると。 <laughs> どれさんに絶対マイク入ってないの分かってたからポンポンしてみてくださいって言ったら全然音入ってなくてそうあれつな <laughs> がってないんだよなあんないいマイクのそ,それがねな,なんかギャップが面白いんだよねなんか、うん、なんか次日曜日あの設定の仕方をお伝えしようかなと思ってあのマイクいいやつだよ絶対うんアンルイスわかんないなあコこもさんわかんないわうん ねなんかいいマイクコンデンサーマイクかどうか分かんないけどコンデンサーマイクだと逆に取り扱い気をつけないといけないんだよあの一発で飛ぶからコンデンサーマイクってなんかたまにねあの配信者でコンデンサーこだわって使ってる人いるけどね扱い超むずいからねコンデンサーは <laughs> ただ音の切れはやばいけどねうんへえ お姉さんはだついらっしゃい、うん、でもまあなんかピンの枠でさ累計来場5000ってこれ新記録じゃない多分さ4時間配信だとしてもさ累計来場5118ってこれ新記録だよね多分、うん、まあふからこれやっとけよって話だよね <laughs> 何5回もサボってんだよっていう。うん、や,るやる気なかったよねこの。やる気なかったっていうか調子悪かったよね。なんかギリギリで負けてたもんね。じゃがいも王子なんか多分20人ぐらいで負けたんだよ、リスマン。俺余裕ぶっこきすぎてかもん。現在66歳ぐらい。はあ、謝罪枠っていうか、ほらあの、ちょっと風邪ひいちゃったんですよ、僕、お姉さん。それで、ちょっと2日間、練習休ませてって言って、ごめんねって応援してくれてる人って。 <laughs> それをもう一言で終わるのをねずっと引っ張ってんのそんな短いのみたいな <laughs> うん,そうなんか期待してくれてる人がいっぱいいるのに申し訳ないからさ練習できないのは <laughs> <laughs> 期待外れで申し訳ないかもしれないですけど。ちょっと本当に体調悪くてさ。うん <laughs>。いいやって <laughs>。申し訳ない、期待外れで <laughs> <coughs> 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 <coughs>。皆様に謝りたいことが風邪だから。いや、申し訳ないでしょ、本当に、う。ん まあでもこれを言い訳にしないけど、あの時風邪ひかなかったらとか絶対言わないから。うん、もし負けたら全部リスナーのせいにしようと思ってる。<laughs> 全部リスナーのせいにして、もう大炎上させてやろうと思ってる。うん、<laughs> う全員的に回すっていう。<laughs> うん、何やらかしたのかと思った。いや、特に何かやらかすようなことはやってないから 練習しないのが一番罪だから今のんちゃん大丈夫かなのんちゃん見てる見てないんだよな最近のんちゃん本当に放送見なくなっちゃったもんな昔はなんだかんだ言ってねのんちゃん見てるって言うとコメントしたけど今多分ねほんとね放送見なくなっちゃったと思うんだよね 結構、もう放送嫌になっちゃったのかな。のんちゃん。飽きちゃったのかな風邪ひいてるから心配なんだよね。のんちゃん。見てるかな見てないかな 今日はリスワン取れますか俺が12時までやったら取れるんじゃないかなあのね2パターンあると思っててえー、っと俺が枠切った瞬間に便所太郎さんか鮫島さんが来たらここで便所太郎さんが来たら俺は便所太郎さんは取る気だっていう判断鮫島さんも取る気だっていう判断要はいやこの閲覧だったら俺負けるわっていう負けるっていうのはそう 追いい抜けるわっていうこの2人かな。<laughs> で気使ってくれると嬉しいから、うん。今日は撮らせてやるかみたいな。便所太郎さんと鮫島さんが「あっだ今日撮らせてやるよ頑張ったな」って言うかどうかだと思ってる。韓、うん、流に結構ドラマずっと見てるね。韓流見てるから見てないのかもしんない放送、うん。どうだろうね。<laughs> 分かんないそれは <coughs> でも本当に神様が決めるもんだから1位あげるかどうかは <coughs> 料理枠するのはあれじゃないのあの、キャスでやるんじゃないのふわっちでやるの料理枠はキャスでやるのキャスでやるんだったら俺も料理枠するじゃん <laughs> だったらクッキング対決を申し込むわ、メン太郎さんに。 ネット繋がってよかった。うん。すぐ繋がったね。支払ったら。え免除太郎さんクッキングワークやんのあ、深夜フわッてたんだ。じゃあ、俺もクッキングで対抗だよ。<laughs> もうそうなったらどっちの料理がうまそうか、もうとことんやってやるよ。<laughs> 殴り合いですよ。便 <laughs> 所より和道の方が面白いな。いやいや、さすがに面白かったらもっと閲覧あるわ。免除さん500ぐらいいくでしょ、いつら。安定して。 やめてよそういうの自分の実力は自分が一番よく分かってる確かにでもふわっちの配信者で料理枠やってる人少ないかもね累計すごいなおカブニートさんいらっしゃいサムネ変えた、うん、いらっしゃい <laughs> 初見さんいらっしゃい、オンミーさん。コメントありがとうございます。面白かったらフォローしてください。和どです。よろしくお願いします。喉 <laughs> めちゃめちゃ痛い。赤アバイスでちょっと日に日に悪化していってますね。<coughs> <coughs> ねねあのの分違いいパラレルルワールドすごいよ、ね、そう朝なんかザッピングしてたら見つかったんだけど「8分違いのパラレルワールド」ってツイッターにも書いたんだけどなんか変な事件が北海道で起きたんだよでそれはなんか偽造のお金を使って要は1万円硬貨っていうのを使って8500円のお釣りを受け取った詐欺事件で捕まった男の話なんだけど <laughs> まず 不可解なことがいっぱいあるんだよ。1万円高価で詐欺するかっていう。まず1万円高価っていうものが存在しないじゃん。だから、なんでこいつ1万円硬貨なんてわざわざ作ったんだっていうことが一つと、あと、その1万円硬貨っていうのが面白くて、まあ、高価に500円玉ぐらいの高価に1万円って、1万って書いてあって、1000って書いてあって、昭和65年って書いてあるの。昭和65年って存在しないじゃん。 あと、そのコインの裏側に橋が書いてあるんだよ。うあ,あ、ひき逃げぐらいか。あれはだから、そのコラボだから、ピンの放送では閲覧これくらいがエグいでしょ。一番エグいと思う。ね誰の売名もコラボもしてなくて、ピンでやったっていうのは、多分初記録だと思うんすよ。なんだかわからないじゃん。店員は不思議に思ったから通報してるわけじゃん。だから逮捕になってるわけよ。だから、 店員はは変だなっってていう,ふうには思ってたんだよ、よただ記念効果であるのかなみたいな。だから、それで、要は警察呼んだんだと思うんだけど。んとね、なんだかよくわかんない事件なんだよ、これ。ちょっと、次、次役その話するわ、じゃあ。次役その話するわ。うん。何なんだろう、これ。次役のネタに使おう、これは。 なんなんだみんな、パラレルワールドとか本当にあると思うどう思うなんなんだろうこれ。マジ謎。 ーーニュース指定されたページは表示できませんえ、なにこれ怖い。Yahoo ニュースから消されてるんだけど。え、なにこれえ、ちょっと怖くない ?Yahoo ニュースから消されてるわ。え、なにこれふわっちのコメビュー出ないのか。え、どういうことですか面倒だろうさん。ふわっちのコメビューってどういうことですか俺、伺いたいことあるんですよ。なんか深夜帳。 ここら辺にかっこよくコメントビューア出してるじゃないですか。あれってどうやってやるんですか俺、これ画像をキャプってるんですよ。ふわっちのコメビューではないのか。そうそうそう、あの、キャプチャーを、キャプチャーを引き伸ばしてるだけなんですよ。ベンジョ太郎さん、もしよかったら今度教えてください。あの、要は配信画面ですね、これ。配信画面を削ってるだけです、こうやって。ギューってやって、ギューってやって、こうやってるだけなんですよ、OBS で。なんか、 深夜っうがこうふわふわみたいなあれかっこいいからあれやりたいんですよね俺ふわちゅう用の米び出たマジっすかなんて検索したらいいっすか、うん、昭和61年昭和記念ああるんだふわちゅうコの米ビューなんて検索したら出てくるんだろうマジっすかあいつは黒巻で米ビューのああうまいなそこまでこだわってるんだなるほどっすね白を消してるんだ すげえ凝ってるな。<laughs> そこまでやるか。<laughs> マジか。こ黒巻き。すげえな。ふわっち用コメビュを後で検索してみます。え、便所太郎さん。便所太郎さん。今日、え、ふわっちでやるんすか料理枠。ふわっちでやるんすか便所太郎さん,、うん。やっちょすごいね。こだわりが半端ないね。 <laughs> 何時からやるんだろう料理枠何なんだろうこの1万円効果事件次枠はあの1万円効果の話したいと思います何なんだこれあありがとうございます 生放送日記、ふわっちビューこれかこれ。あ、ブックマークしました。お天道さん、ありがとうございます。ベンジョ太郎さん、たまに見ていただけるよ。なんだこれ。65年。あ、ありがとう言われる。うん。なんなんだろうね。うよくわかんないんだよね。ふわっち用のコメビュー出たんだ。すげえな。 実装するとしたら明日かな。あと4時間か。リスマンどうなるかな。今日撮りてえな。うん、もう、やだよ。2位が5回も続くと心折れるよ、マジで。その話聞きたかった。ありがとう、楽しみ。うん、やろうぜ。うん。 新しいフォロワーさん、オンミーさん、フォローありがとうございます。ありがとう。あゆゆさん、風船塾ありがとうございます。アイテムありがとう。うん、昭和65年の500円玉気になる。ちょっと待って、こっち側もさブックマーク入れとくわ。うん 昭和65年の1万円玉ね。俺が話してるのは。500円玉じゃなくて1万円玉だよ。俺が言ってんのは。だからもう意味がわかんないぐらい不可解な事件なんだよ。で、なんかでもね、ちょっとね、ネタのソース、ソースの記事が、 あの、なんか月刊ムーみたいな、その、都市伝説みたいなのをまとめてるサイトの情報だったから、ちょっとうさんくさいなと思ったんだけど、今、グーグルで検索したら、Yahoo ニュースから消されてたの。え、なんか、なんだろうっていう。なんで Yahoo ニュースが消したんだろうっていうのもあって面白いんだよね。そうそう、次枠で話すよ、それは。一万円玉のやつは。うん。よし。 じゃあ皆さんえー、長らくありがとうございました、えー、4時間枠感想でございますありがとうございます次枠はですねまったり都市伝説、えー、謎の、えー、1万円玉の話をしようと思いますこの事件は何なのかわからないですが非常に面白くなると思うので是非見に来てください 怪しいっていうかね。何なんだろうっていう。みんなで考えようよ。みんなで考えよう、これ。何が原因なのかさ。感想久々じゃんやっぱね、4時間とかやると楽しいね。4時間やるといいよね。達成感があるよね。警察入ってるのになんでヤフーが消すんだみたいな。どうだろうね。最後までね、わかんないからね。 じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。次枠はこの話をしたいと思います。えー、次枠の、えー、タイトルはこれ。あ、ちょっと待って。タイトルの前に。ちょっと待ってね。ちょっと待って。それも今話すわ。あれこれで合ってるな。ちょっと待ってね。今画像を出すね。参照でデスクトップ。これか。これなんですよ。 これが警察が発表したやつの1万円玉なんだけど、昭和65年って見える書いてあるでしょこれが警察が発表したやつ。で、こんなの作るのかっていうのと、意味がわからない。謎が多すぎるんだよ。面白いでしょこれ。<laughs> あ、バレンヤさんありがとう。お姉さんバーガー5個ありがとう。皆さんアイテムありがとうございました。次はといきましょう。 お疲れ様です。お疲れちゃんでーす。次はこの話したいと思います。熱 <laughs> 々。お姉さんバーガーありがとう。 いやー結構疲れたな。1位取るって大変だね。<laughs> 1位取るって大変ですね。今日は取ろう。ないはずだから、いろいろ面白いんだよね。なんか騒がれるっていうか。な、うん。なんだろうな、マジでこれ。マジで全然意味わかんないよね。これ、わけわかんないよね。 そう記念効果みたいですしんかデザインも凝りすぎてるっていうか。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう。<laughs>